夢や希望を諦めず自分の夢を叶えた方がいます。その方が今回講師をしてくださる株式会社植松電機代表取締役植松勉さんです。植松さんは小さい頃から本を読むことが好きな子供でした。またロケットを作りたいという夢を持っていました。しかし周りからお前にはできない、どうせ無理だと夢をバカにされてきました。しかし今現在植松さんはロケットを作っています。思うは招く、夢があれば何でもできる、この言葉を実際に実現した植松さんについて少しお話をしていこうと思います。はい、ここからは僕から見た植松さんを僕の経験談をもとに皆さんに話していこうと思います。で、僕の今までの植松さんに対するイメージは、会社の社長でめちゃくちゃお金持ちなんじゃないかなとか、なんかロケット作ってて相当頭いい人なんやろうなとか、TED っていう有名なあのプレゼン、世界的に有名なプレゼンの動画で500万回も再生されて、なんかめちゃめちゃ知名度ある人だなとか、自分の中では全く手の届かないような、まるで雲の上のような存在だと思っていました。でも、去年の10月、畔蒜先生と植松さんと僕とベンチャー企業論の仲間たちとご飯に行く機会がありました。で、この時畔蒜先生は、この写真にもあるように、あの薬膳っていうちょっとおしゃれなお店をチョイスして、で、この時僕正直に思ったことが一つあって、会社の社長とか経営者とか、大学の教授とか、なんかこんなかしこまったところに行くんだみたいな感じでちょっと正直思ってました。でも植松さん、ちゃんと居酒屋にも行くっていうことを証明してくれました。で、あの二次会に行かないって植松さんが誘ってくれて、で、なんか僕たち大学生にめっちゃ馴染みのある、焼き鳥屋さんに連れてってもらって、で、そこで植松さんと一緒になんかビール飲みながら焼き鳥食いながら、なんか俺と植松さんが好きなあの未来少年コナンっていうアニメの話を20分ぐらいしたり、あの植松さんが結構ガチでやってるグランツーリスモっていう車のゲームの話を聞いたりして、そこでめちゃめちゃ僕は親近感が植松さんと湧きました。で、この経験から僕一つ思ったことがあって、なんかその植松さんもなんか同じ人間なんだなって思いました。なんか一見なんかめっちゃすごい存在で俺らにはなんか関係ないんじゃないかって思うぐらい上の存在なんですけど、植松さんも一緒にこう酒飲むし、アニメ好きやし、ゲームするしって、だからなんか僕たちもなんかやりたいことに向かって進んでいけば何でもできるんじゃないかって思いました。で、これ僕だけじゃなくて多分皆さんも夢とか希望とかに向かって諦めずに進んでいけば何でもできると思います。で、今日も植松さんのお話を聞いて、なんかどうせ無理じゃねとかいうそういう発想から、だったらこうしてみたらっていう言葉がこの教室中に溢れてると僕は嬉しいです。以上で紹介プレゼンを終わります。ご清聴ありがとうございました。じゃあ皆さん改めまして、こんにちは。こんにちは。僕はこのベンチャー企業論に関わってもう10年以上経つかもしれないです。僕はいろんな学校のいろんな授業に関わるんですけども、このベンチャー企業論はすごいなと思ってます。だから毎年何があっても必ず来ようと思ってます。で、今日僕はまたみんなと会えることをね、とても楽しみにしてきました。なんで楽しみにしてきたかというとですね、これからみんなすごいことをする人たちだからです。人類の歴史を変えてしまうかもしれません。大勢を救う発明をするかもしれません。これからみんなすごいことをしていく人たちなんです。そんなみんなが今日目の前に勢ぞろいです。で、僕は今日みんなと知り合いになれるんです。それが僕にとってとっても嬉しいことなんです。で、今日はこれからみんなの時間を借りてお話聞いてもらいます。そのお話の中には夢の話とか仕事の話とかいろんなね、ことが入っています。でも今からするお話の本当の目的は僕の仲間を探すことです。仲間になってくれる人がいたらいいなと思ってするお願いの話だから全然難しくないです。今からね、
ここのスクリーンを使った話をしますから、スクリーン見ながら話を聞いてほしいと思います。で、使うスライドの枚数がですね、午前と午後を合わせて500枚ぐらいになってますので、メモを取るのは不可能かなって気もします。スライドデータは丸ごと開けますからね、安心してください。では今から話を始めたいと思います。今から聞いていただく話はとっても簡単なお話で、思うは招くって書いてあります。これは中学生の時に母さんが教えてくれた言葉で、思ったらそうなるよって言った気がします。すごい成績が良かった僕が飛行機やロケットの仕事をしたいって言った時に、母さんはあんたには無理だわって言いませんでした。頑張ればできるとも言いませんでした。思うは招くだよっていうめちゃめちゃ気休めな言葉を教えてくれました。で、僕はこの言葉のおかげでいろんなことができるようになっちゃった気がするんです。だから僕はこの言葉が大好きです。で、その下には夢があれば何でもできるって書いてあります。夢があったらね、何でもできるから、だからみんなには素敵な夢をたくさん持ってほしいんです。夢って一個にすると大抵叶わないから、でも夢ってたくさんあるとね、絡まり合ってどんどん叶っていくから、夢はたくさんあった方がいいんだよ。ではまず最初にちょっと自己紹介です。僕は植松勉って言います。1966年の8月17日に生まれました。だから僕は今54歳です。で、僕は8月17日生まれですから、星占い的には獅子座になります。まあ、これ僕は結構気に入っています。まあ、かっこいいと思ってます。で、ちなみに今朝の目覚ましテレビの占いの結果、獅子座は8位ですね。ちょっと微妙な感じです。気をつけましょう。で、ちなみに今日の1位は乙女座の人ですからね、よかったね、いいことあるかもしれないね。で、気を取り直して、誕生日で占う占いには猛種種類があるんです。それはね、動物占いってやつです。こっちの方がかっこいい動物がいっぱいいるんです。いや、自分は狼かな、チーターかな、ペガサスだったらいいなと思ってやってみた結果はコアラでした。ほんますぎて悲しかったです。で、そんなコアラの僕はいろんなことが大好きです。僕は高校を卒業した後、ある漫画に出会ってしまいました。ということで、車とバイクが大好きになります。散々改造して峠で走り回りました。その結果、電柱にぶつかったり崖から落ちたりしました。危ないことしたもんです。で、僕今54歳です。54歳でそういうことをやってると社会的にかなり問題があります。だから僕は今もっぱらこれのお世話になっています。プレイステーション4ですね。どんな感じでね、こんな感じなんです。もうめちゃめちゃリアルですね。これを自分で操縦することができるんです。何もぶっけても終電かかんないですね。僕はこのゲームに思いっきりハマりましたので、とりあえず全部作りました。もうハンドルもね、全部改良しちゃいますからね。画面は 4K ですね。思いっきり楽しめますね。で、ちなみにこのゲームは e スポーツに認定されてますね。だから頑張ったら国体出れるね、世界大会も出れるね。で、このゲームでレベルマックス50なんですよ。で、この間完走してしまいました。ありがとうございます。でもね、50になっちゃうとさ、あと何本やっても経験値が増えていかないんですよ。すごいがっかりしちゃって、今グランツーリスモロスで結構やられてるところです。で、そんな僕には他にも好きなことがあります。僕は小さい頃からいろんなアニメの影響を受けてきたんです。未来少年コナンっていうお話からは、社会での手や仕事のことや仲間のことを学んだ気がします。銀河鉄道999からは、命のことや自由のことを学んだ気がします。そして、みんな知らないと思うけども、キャシャーンとかデビルマンとかタイガーマスクっていう人たちはですね、この人たちが一人ぼっちに負けない勇気をくれたんです。分かってもらえなくても否定されても頑張る姿が僕の力になりました。だから僕は54歳の今もやっぱりアニメが好きなんです。今は見るものが多すぎて困ります。だけど昔と違ってね、今は録画できるから大丈夫ですね。いつでも見るもんね。もう大人には見てもね、号泣してしまいますね。こぼすまではさすがに泣きませんけどもね。ということで、アニメ専門チャンネルももちろん契約してします。アニメ見放題です。あとはね、ナショナルジオグラフィックスとかアニマルプラネットとか、もう素晴らしい番組いっぱいあるからね、みんな見たらいいよって思います。で、前期、まあ、前シーズンですね、僕がハマったアニメはこれの後にあるこれですね。たった1分ですけどもね、とっても面白いアニメです。漫画も出てるから見てください。で、今期僕がハマりかけてるのがこれですね。とっても楽しみですっていうコアラでアニメ好きな僕ですけども、僕は今北海道の真ん中辺にある赤平っていう町で暮らしているんです。で、この町はとってもいい町なんですが、昔石炭を掘っていたんです。今はもう掘っていません。ということで6万人が1万人まで減ったんです。
今も毎年400人人が減るんです。1万人しかいない町で3年間で1000人いなくなるんですよ。すごいですよね。何が起きてるのか。仕事がないんです。それを住んでる人たちは田舎だから不景気だからしょうがないってぼやくんです。でもぼやいても何にも変わらないですね。仕事がなかったら作ればいいんです。だから僕はこの町で生まれて初めて会社を作ったんです。まさか自分が会社を作ると思いませんでした。今から21年前、ここは何もないただの原っぱだったんです。で、僕は会社を経営してみて、今日本にかなり困ったことが起きていることに気づいたんです。それはこれじゃないんですよ。今ね、コロナが大変だから、まあアフターコロナとかね、いろいろ言われてますけども、でも実はアフターコロナなんてとっくの昔に始まっていたんです。これは日本の人口グラフです。日本の人口は鎌倉幕府のあたりから増え始めて、江戸時代に安定していたんです。そして明治維新の後からとんでもない勢いで増えたんです。こんなに急激に人が増えた国は世界見てもないです。そして平成の真ん中あたりからとんでもない勢いで減り始めたんです。こんなに急に人が減る国もなかなかないです。で、このグラフを見たらすぐ分かると思います。実は過去に人口減少を経験した日本人がいません。日本は基本的に人が増える経験しかしてこなかったということなんです。今僕たちは日本史上初めて人が減る時代を生きているんです。で、この時代何が起きるのか。人口が減るということは仕事が減るんです。当たり前ですよね。お客さんが減っちゃうんですからね。ってことは給料が毎年減るのが当たり前になるんです。今までは素直に真面目に働いていたら毎年給料が上がったんです。年功序列って言われてました。当たり前だと思ってました。でもそれはたまたま人が増え続けた結果に過ぎなかったんです。これから給料は毎年下がるようになるかもしれないです。でももうそんな雰囲気に気づいている人もいるはずなんです。で、こんな時代だからこそ最近やたらに夢が大切だと言われています。確かに夢はすごい大切なものなんです。で、僕はずっと夢って何だろうって悩み続けてるんです。で、僕は昔小学生でした。で、僕は小学校6年生の時に卒業文集の僕の夢、私の夢という作文に自分の作った潜水艦で世界の海を旅したいと書きました。なぜなら僕は海に潜るのが大好きだったからです。いろんな生き物がいるからです。で、僕がこの作文を書いたらすぐに職員室に呼び出されました。先生怒ってました。他の子はみんな夢のところにちゃんと仕事のことを書いてるのに、お前だけ一人どうしてこんな出来もしないことを書くんだって言うんです。夢を書けって言われたから素直に夢を書きました。そしたら夢みたいなことを書くんじゃないと言われました。何を言ってんだろうって思いました。で、先生が言うにはこんなもん作れるわけないだろうって言うんです。なぜならばすごいお金がかかるし、よっぽど頭が良くないと無理だからだそうです。で、僕こんなもん作るつもりないです。僕は小さい頃から図鑑が大好きで、図鑑には人類最初の潜水艦が書いてありました。しかも中身はこんなんです。どこにもエンジンがないです。中に乗ってるおっちゃんが手でスクリューを回すと前に進んでいくんだそうです。そして敵の船の下に忍び寄って、上についてるドリルで穴を開けて沈めるという恐ろしい武器でした。実はこの武器は本当に作られてしまったんです。今から240年前アメリカの独立戦争の時に使われました。当時世界最強のイギリスの戦艦の下にちゃんと忍び寄ってるんです。ちゃんと穴も開けようとしてるんです。で、穴が開かなかったそうです。だから作戦は失敗です。でもこの潜水艦は生きて戻ってきたんです。実はこの前に作られた潜水艦は全部一回沈んだらもう浮いてこなかったんです。乗ってる人はみんな死んでたんです。これだけ復活してきたんです。僕はこれを知ってしまったんです。今から200年以上前のうちが作れたんでしょ、だったら今の自分ならもっといいもの作れるんじゃないのって思ったんです。ところが図鑑を読まない先生は、歴史を知らない先生は、潜水艦なんか作れるわけないだろうと言ってるわけです。だから僕は困ってしまったんです。夢って仕事なの？すでにこの世に存在している仕事の中からしか夢を選んじゃダメなんでしょうか？でもね、だとしたらどうやったら新しい仕事が生まれてくるんでしょうか？そして今できそうな夢しか見ちゃダメなのかなと思いました。なぜならばできもしないことを言うなんて言われたからです。でもね、今できそうなことならさっさとやればいいじゃんと思うんです。で、さっさとできることって夢っていいのかなと思いました。で、僕がいっぱい考えた結果、今できないことを追いかけるのが夢なんじゃないのかなと思ったんですが、世の中そんなに甘くないそうで、中学生になったらもう散々言われました。ちゃんと勉強しないといい学校に行けなくって、いい会社に入れなくて大変だよって。
僕が成績良くないですということは僕は大変かもしれません。だから僕は心配になって質問をしたんです。いい会社って何だろうって。そしたら先生だけじゃないです、いろんな大人が口を揃えて教えてくれました。安定していて楽をしてお金をもらえるのはいい会社だって言われました。僕は納得できませんでした。なぜならば勉強すればするほど能力が身につくんです。でもせっかく身につけた能力をなるべく使わないために能力を身につけろと言われたんです。矛盾にも程があると思いました。でも今でもこの安定や楽やお金を夢だと思っている人がたくさんいます。そして安定といえば大企業や公務員と思っている大人もたくさんいるんです。でもね、それは人が増えている時代の話なんです。この頃は大抵安定していたんです。ところが人減りましたね。途端に大きい会社ガッタガタになってますよね。名前は残ってますけども、べらぼうなリストラをしてやっと残ってる段階ですよね。何が起きてるのか、とても簡単です。価値観が変わったんです。人が増えてるときは足りないんですよ。作っても作っても足りない、サービスしてもしても足りない。そこで成功するためには誰かが成功していることをパクってやるのが多かったんです。どっかのメーカーが売れる車作ったらば、みんな同じような車作れば絶対売れたんですよ。なぜならば足りないからなんです。だから人が増えてるときには同じと普通と前例がある、これが成功の秘訣だったんです。みんなこれを追い求めたんです。ところが人が減ったんですよ。そしたら余るんですよ。余るっていうことはすでに誰かがやってることをやったら安い方が選ばれるだけのことなんです。これでは食っていけないんです。人が増えてる頃から人が減る時代に変わった瞬間に価値観が思いっきり変わってしまったっていうことなんです。で今ね、科学の発達のおかげでどん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 新しい仕事が生まれてきています。でみんなの中にそういう新しい仕事に興味を持ったとしても、周りの大人からそれは難しいよ、それで食っていけんの、それ不安定じゃないの、それにはセンスが必要だからねとか散々言われてしまうかもしれません。で最後に彼らは何て締めくくるかっていうと、普通の仕事でいいんじゃないかなっていうんです。でも考えてみてください。簡単で経験がいらなくって誰でもできる普通の仕事はどう考えても交換可能なんです。人が増えてる時は良かったんですよ。でも人が減ってしまったっていうことは取り替えられてしまうんです。だから今公務員で約 40%、 大企業で約 60% が非正規雇用という状態です。これはとても安定とは言えないですよね。実はね、大人が安易に言ってる安定なんちゅうもんは、それは今では成り立たない昭和の昔話なんです。こんなものを追いかけたらね、辛いことになるかもしれないから、大人の安定なんちゅう言葉は無視してほしいと思います。そしてこの人口減少、どうすればうまくいくんでしょうか。さっきの逆を張ればいいんですよ。人口減少期には違うとか常識外れとか前例がない、これが輝くんですよ。日本はこれができないから今大変なことになってるんですよ。ぜひみんなでね、これにちょっと挑んでみてほしいと思います。で夢といえば楽をしたいかって言われたら、僕は楽をしたいと思わないです。なぜなら僕は知ってるからです。楽をすると無能になるからです。能力というものは経験で身につくんですよ。失敗でも成功でも何でもいいんですよ。とにかく経験が能力になるんです。ところが楽をするってことは経験を避けることになりますから、どんどん何もできなくなっていくんです。誰からも必要だよって言われなくなるんです。せっかく生まれてるのにもったいないです。人生は一度しかありません。だからこそみんなは楽じゃなくて楽しいを探した方がいいです。同じ感じだけで意味が全く違います。で探さないと見つからないです。でも楽しいが見つかったらね、いや早く明日にならないかな、いや早く週末にならないかなってワクワクするようになるんですよ。みんなもそういう経験あるでしょう。それこそが本当の楽しいだから、ぜひねそれを探してみてほしいと思います。また夢といえばお金って思う人もいるかもしれません。確かにお金はものすごい大事なものなんです。でもう一声考えてほしいんです。なぜお金が欲しいんだろう。それがもしもね、心配や制限なくいろんなことをしたいからだとしたら、本当に求めてるのは自由なんじゃないのかなっていう気がするんです。で僕の会社にはいろんな人が来てくれます。この間はアフリカの政府の人たちが来てくれました。彼らが僕の話を聞いてくれて、そして僕に教えてくれたんです。人生の目標がお金だとどうなるか知ってるかいって、持ってる人から奪うのは楽なんだよって、働く必要ないそうです。勉強する必要もないそうです。鉄砲を手に入れて殺して奪った方が儲かるんだそうです。
そうなった地域は社会を経済は破綻するそうです。でも日本でもたくさん勉強していい会社に入ってたくさんお金をもらいなさいって教えちゃう人がいるんだけども、お金を手に入れるためにはいろんな方法がありますよね。だから今嘘をついたり騙したり奪ったりする仕事がどんどん増えてしまったんです。でもね、奪うのが成り立つのは生み出す人の方が圧倒的に多い時だけなんですよ。奪う方が上回ってしまった瞬間に社会崩壊してしまうんです。今日本はとても危険な状態にあるんじゃないかなって僕は思っています。でも確かにお金があるといいことがあるかもしれません。例えばこれはランボルギーニアベンタドールです。7400万円の車ですね。でこっちはフェラーリ F40 ですね。プロトタイプです。1億2000万円ですね。でこういった車が手に入るのは金持ちだからでしょうか。でちなみにこれ両方とも僕の車ではないです。僕は小さい頃からスーパーカーが大好きで、いろんな人に出会うために僕スーパーカー好きなんですよ、僕スーパーカー好きなんですよって話をしていたら、今ではいろんな人がわざわざ見せびらかしに来てくれるようになりました、見せびらかしてもらえて嬉しいです。ちょっと寂しいです。でこういった車が手に入るのは金があるからじゃないですね。どっかで誰かが作ってるからなんですよ。考えてみてください。誰もこの車を作ってくれなければ、この車がこの世に存在していなければ、何もかなったってこの車を手に入れることは不可能なんですよ。でもたくさんの人が間違ったことを教えられてるんです。お金がないと夢が叶わないって教えられるんです。そして夢が叶わないと辛いって思ってるんです。で辛くなりたくないから夢を見ないという人が今どんどん増えてるんです。望まないんです、求めないんです。でも実はね、お金が必要な夢、お金がないと無理だって諦めてしまってる夢、それはよくよく考えてみたら全部お金を払って誰かにしてもらうことなんです。でもね、誰かにしてもらうっていうことはするのが自分ではありません。ってことは相手の意見をたくさん聞かなければいけませんね。それはね、不自由なんですよ。自由が欲しくってお金を求めてみたけれども、お金に手に入るものは意外と不自由ですよっていうものすごい矛盾なんです。だからこそもっぺん考えてほしいんです。なぜお金が欲しいんだろうって。とっても簡単なんです。払うためなんです。なんで払わなきゃいけないのか、とっても簡単です。自分でできないからなんです。だとしたらね、誰かができることならば自分でもできるかもって考えてもいいんじゃないでしょうか。だって同じ人間なんです。おいしいお店に並ぶのもいいかもしれません。でも自分がそれよりおいしいものを作れる可能性は十分あります。お金を払って買うものは毎回お金を払わなければいけません。でも自分でできるようになったらば、それは仕事になる可能性があるんです。って考えたら、お金よりも能力が欲しくなるはずなんです。でちなみにお金は使うと減るんです。で能力は使うと増えるんですよ。どう考えても能力の方が得な感じがするんです。なのに未だに安定や楽やお金を求めている人はたくさんいるんです。でもそれは追いかければ追いかけるほど能力を失っていくもののような気がするんです。だからこそ今日のこれからのお話の中でみんなに考えてほしいんです。本当の夢って一体何なんだろう。みんなが追っかけてる夢、誰かが追っかけてる夢は自分の夢じゃないかもしれないからね。誰かに押し付けられた夢も自分の夢じゃないからね。自分の夢って一体何なんだろう。ぜひ自分の本当の夢をね、考えてみてほしいと思います。で僕は今北海道で株式会社の社長という仕事をしています。でも今社長の僕も昔はこんな感じです。これが昔の僕です。でこの僕はどっかにいます。ここにいます、みんなが明らかにラジオ体操をしている中、一人だけグラウンドに絵を描いているのが僕です。そばで母さんが寂しそうに僕を見つめています。こんな僕の通知線にはいつもこう書かれました。集団行動ができない、落ち着きが足りません、忘れ物が多い、そして服がいつも後ろ前だったそうです。でもそんな残念な僕を大事にしてくれた人がいたんです。それはね、僕のじいちゃんです。大きくて優しいじいちゃんです。大好きでした。で僕は3歳の時にじいちゃんと一緒にアポロ宇宙船が月に着陸するテレビを見たんです。人類が初めて月に行ったんです。でもね、僕はテレビの画面なんか覚えちゃいないです。僕が覚えてるのは大好きなじいちゃんが見たこともない子を喜んでる笑顔です。ほら見れーほら見れーって、人が月へ行ったぞ、お前も月見るようになるぞって、ものすごい喜んでるんです。僕はそれが嬉しかったんです。だから本屋さんに行ったら飛行機やロケットの本を手に取りました。飛行機やロケットの名前一生懸命覚えました。おっしゃらじいちゃん喜ぶんです。大きい手に出せてくれるんです。それが僕の幸せでした。
だから僕はそれを繰り返したんです。そしたら僕は知らぬ間に飛行機やロケットや宇宙が大好きな子供になってしまったんです。でも僕の大好きなじいちゃんは僕が6歳の時に夕べ突然倒れてしまったんです。それっきり目を覚ましてくれませんでした。あまりにも突然のお別れだったんです。今の医療なら助かるんだろうなと思ったらもっと悲しくなります。今でも泣きそうになります。その頃の僕もたくさん泣いたんです。でもたくさん泣いたんだけども心のどこかでやっぱりじいちゃんの笑顔が見たいと思ってるんです。だから僕はその後も飛行機ロケットを好きなのをやめることができなかったんです。そしたら僕はロケットを作れるようになってしまいました。でロケットは売ってません。だから何本か願っても買えないんです。でも自分で作るってのはありなんです。それを僕らは年に何とか打ち上げてます。こんな感じです。正直言って打ち上げなんかしたくないです。だって失敗するかもしれないんです。しかも自分のうっかりのせいで他の人が頑張ったところもかけたお金も全部パーになるんです。それが怖いから打ち上げる前は全員があまりの責任の重さで真っ青になって吐きそうになるんです。そこら中の連絡用のトナシーバーからうえって聞こえてきます。そしてカウントダウンが始まるんです。10、9、8、死にそうになります。みんな挙動不審になるんです。余計なことし始めるんです。うろたえるんです。そしたらね、ロケットが飛んでくるんです。そしたらね、涙が出てるんです。実は不安の向こうに喜びがあるんです。だから心配したらどうしようとかダメかもしれないということを上手に避けて歩いていくと喜びに出会えたままで一生が終わるということなんです。もったいないですね。実は喜びってすぐそばにあるんですよ。ほんのちょっとの勇気を出して、いや失敗したらどうしようっていう躊躇に踏み込むんです。そしたら素晴らしい思い出と素晴らしい仲間を見つかって人生がボンボン変わっていくからね。ほんのちょっとの勇気でいいんですよ。で僕は今でこそロケットを作れるようになりましたが、ちょっと前まではロケットは危ないから作っちゃいけないんだろうなと思い込んで諦めてたんです。そんな時に僕は北海道大学の永田先生に巡り会いました。永田先生は危ないならば安全にすればいいんじゃないかな、全く新しいロケットエンジンの研究をしようとしたんです。そんな人は世界に2人といないです。そんな人と僕は出会ってしまったんです。いやこれは運命だわと思いました。以来僕は信じるようになったんです。人の出会いには意味があるんです。今日僕たちがこうして出会ってるのにも意味があるんです。なぜならば本来ならば北海道と福岡ですよ。出会わないはずの人生だったんですよ。で僕らも出会ってしまったんです。知り合いになってしまったんです。実はもうすでに出会う前とは違う時間の流れがスタートしているんです。それは今までとはちょっと違う未来につながる時間なんです。実は人の人生はいくらでも変わってしまいます。人との出会いによって変わってしまうんです。だから今までがどんなに痛めでも今がどんなに辛くても絶望する必要はないんです。勇気を出して誰かと出会ってみたらいいです。さっきね、ベンチャー企業論でもいろんな人に出会いましょうと言ってましたけども、本当に人生変わるチャンスがいっぱいそこにあるから、勇気を出してね、いろんな人と出会ってみてほしいと思います。自分の人生をね、諦めないでほしいです。で永田先生、素晴らしい研究をしようとしていたんです。ところが彼の研究には前例がなかったんです。だから誰も彼の研究を信じないんです。国も大学もお金をつけてくれないんです。彼はものすごい困ってました。で僕はお金がないからお金をあげることはできないんです。で僕は小さい頃からの工作が好きなんです。部品作れるかもしれません。先生僕部品作るわ、手伝えるかなって言ったら一緒にやろうって言ってくれました。で僕と永田先生は助け合えるようになったんです。なぜならば2人とも足りなかったからです。僕にはロケットの知識が足りないんです。永田先生には物を作る技術が足りないんです。
でもダメじゃなかったんです。だから僕たちは助け合えたんです。実は人は足りないからこそ助け合うことができるんです。助けるってのは余裕がある人が一方的にする施しじゃないからね。人は足りないから助け合うんですよ。だから足りない自分のことをダメだと思わないでほしいんです。ダメじゃないんです。で、僕はずっと自分のことをダメな人間だと思ってました。なぜなら僕は小さい頃からちゃんとしなさいって言われたからです。僕はちゃんとしようとしたんです。人に迷惑かけないように頑張ったんです。その結果僕は人を頼らなくなったんです。何でも一人でできなければいけないんだと思い込んでしまいました。全部一人で背負ってしまったんです。そして僕は弱みを見せなくなりました。誰にも悩み事を相談できなくなりました。恥ずかしいと思いました。そして誰かがせっかく心配してくれても大丈夫大丈夫こっち登ったからって笑うようになったんです。そして僕は最終的には心を開けなくなりました。僕はちゃんとしていないのにちゃんとしてるふりをしたんです。その結果僕は一人ぼっちになってしまったんです。でもきっとみんなの中にも僕と同じことをやってる人はいっぱいいるはずなんです。それはもったいないからやめた方がいいです。なんでもったいないかっていうと、一人ではいくら頑張っても所詮一人分のことしかできないからなんです。一人前なんていう言葉あるけどね、こんなもん全然寂しい言葉だからね。本当はみんなは100人前200人前のパワーを持ってるからね。それを発揮するにはどうしたらいいのか、とっても簡単です。助け合ったらいいんです。助け合ったら一人ではできなかったことができるようになるからです。当たり前ですよね。夢が叶わないのも問題が解決しないのも一人で見える範囲で何とかしようって頑張ってるからなんですよ。だから解決しないんですよ。だったら踏み出せばいいんです。するべきことは簡単です。勇気を出して頼るなんです。自分のできないこと、自分の弱点、自分の困っていることを勇気を出して喋ればいいんです。それはもしかしたら馬鹿にされたりからかわれたりするかもしれないんです。でもね、聞いてくれた人の中に過去にそれを乗り越えたことがある人がいたならば助けずにいられないんですよ。助けちゃうんですよ。そしたらみんなは困難を乗り越えれるんです。成長できるんです。ところが自分のことをよく見せようと思って一生懸命持って喋ってると誰も助けてくれないから成長できないってことなんです。もったいないですね。みんながすることは勇気を出して頼ることなんです。そして耐えられたら助けてあげてほしいんです。で、みんなの中にはきっと将来人の役に立つ仕事がしたいと思っている優しい人がいっぱいいると思います。でもよくよく考えてみたらそんなにできることもないし得意なこともないし自分が手伝っても迷惑かもしれないし邪魔かもしれないしと思って何にもできなくなっちゃってる人がいるかもしれません。でも本当はね、できることはあるんだよ。で、ちなみに人の役に立つっていうのは僕は何をすればいいんですか、言われた通りにしますよ、何でも指示してくださいじゃないんです。これは人に役に立つとちょっと違うんですよ。実は人を助けるのってとっても簡単です。誰でもできます。たった3つやればいいだけなんです。人を助けるためにまず1つ目、助けたい相手をよく観察するんです。見つめてください。で、2つ目、勝手に予測するんです。この後どうなるのかなって、両手が荷物いっぱいだとドアのとこ行ったらドア開けれなくて困るんじゃないかな、荷物が重かったら腰痛くするんじゃないかな、いろんなこと勝手に予測するんですよ。で、最後の3つ目です。最後の3つ目は勝手に自分ならどうするかを考えるんです。荷物持ってあげようかって言えるんですよ。先回りしてドア開けてあげてもいいんですよ。もちろんそのドアはその人使わないかもしれないんですよ。でも関係ないんですよ。できることはあるんですよ。実は人を助けるために必要なのはみんなが持っている思いやりと優しさです。これさえあれば間違いなくみんなは人の役に立つ仕事ができるんです。ちなみにこの2つがないと大変なことになるからね。この人はアインシュタインという人ですね。おそらく世界で一番頭いい人ですね。で、この人はアメリカの大統領にうっかり言っちゃいました。原子爆弾作った方がいいよって。その結果原子爆弾は生まれてしまったんです。それを彼は生涯後悔したそうです。人類最高の頭脳があったとしても思い入れと優しさが足んなかったら大変なことになっちゃうってことですね。だからこそみんなは学歴よりも何よりも思い入れと優しさが大事なんだということを忘れないでいてほしいと思います。そしてみんなに知っててほしいことがあるんです。社会と会社です。社会も会社もわざわざ同じ漢字使ってますよね。これはね、人が助け合って一人ではできないことを目指す場所だからね。だから一人ぼっちにならないでほしいんです。できるだけ自分の弱点をしゃべって誰かを助けてあげてほしいと思います。
で、僕たちはみんなで力を合わせて、今ではロケット丸ごと全部作ることができるようになりました。そして僕たちはロケットだけじゃなくて、ロケットに乗っかる人工衛星も丸ごと全部作れちゃうんです。で、宇宙で動いちゃいました。また僕の会社には大きなタワーが立っています。このタワーは宇宙と同じ無重力状態を地上で作り出せる実験装置です。結構珍しい実験装置で、ドイツのブレーメン大学とアメリカの NASA と日本の僕の会社にしかないです。規模で言ったらうちのは世界2番目の規模になります。どれも売ってませんでした。だから自分たちで作るしかなかったんです。大変でした。なぜならばどれも前例がないことばっかりだったからなんです。設計図も参考書もなかったんです。大学の先生に作り方を教えてって言ったらわからないって言われました。その時僕は気づいたんです。なるほどね、新しいことは誰も知らないから絶対に教えてもらえないんだってことです。実は教科書に書いてあること、人から教えてもらえること、それは全部過去のことなんです。でこれからと未来のことは誰も知らんから教えることができないんです。で残念だけど僕たちはこれからと未来しか生きることができないんです。じゃあ僕たちはどうやったらこれからと未来に踏み込むことができるんでしょうか。とっても簡単です。自分で考えて自分で試せばいいんです。たったこれだけでみんな人類を進化させることができるんです。だから僕たちも考えたんです。試したんです。でも僕たちがやったことは他の会社がやらないことだったんです。僕たちは他の会社と違うことをやってしまったんです。で日本では違うといろんなことを言われるんです。嫌なことをたくさん言われました。でもね、違うと必要だよって言われるんです。考えてみてください。見分けがつかない同じものがいっぱいあったら比べられて一番安いのが選ばれるだけなんですよ。人間も一緒です。無理して自分を殺して普通になろうとしたらば一番安くなっちゃうからね、食っていけなくなっちゃうからね。でもね、違うと必要だよって言われるんです。だから今では僕の会社には日本の宇宙航空研究開発機構が毎月のように入り立ってるんです。すごいたくさん実験に来るんです。なぜならば実験装置がうちにしかないからなんです。おかげで僕は憧れだった毛利宇宙飛行士とも仲良くなれて、いろんな話で仲良くなれて、今では日本の宇宙の仕事ができるようになっちゃったんです。夢みたいです。奇跡です。実はね、奇跡を起こすキーワードっていうのがあるんです。これさえ使ったらみんなもすんごい奇跡バンバン起こせるからね。そのキーワードはとっても簡単です。違うは素敵なんです。違うに出会った時におかしいとか変とかダメとかって評論してる場合じゃないからね。違うに出会ったらね、とりあえず素敵って言ってればいいんです。そしたら奇跡が起きるんです。なぜならば違うは素敵だからです。僕たち哺乳類はオスとメスとで一緒になって子供を作るんですよ。なぜならば違うを目指すからなんです。もし自分のことが大好きで自分と同じ電子のクローンをいっぱい作っちゃったら、それはたった一つのウイルスで全滅する可能性を持ってるんです。だからこそ僕たち哺乳類は大好きな自分の遺伝子を半分捨てて、わけのわからん他人の遺伝子を半分取り込んで自分と違うものを作るんです。それは生き残るために身につけた素晴らしい能力なんです。だから日本では違うはおかしいと言われるんです。おそらくそれは危険なことなんです。だからみんなは他の人とちょっと違う自分に向かってもやっぱり素敵と言ってほしいんです。それはね、必要だから生まれてきた奇跡のパラメーターだからね。どっかで誰かが待ってるからね。ぜひ自分に向かってもね、素敵と言ってほしいと思います。で僕の会社には今では JAXA 以外にも何だか知らんけどでっかい会社がいっぱい実験にやってくるんです。まあ、嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、実は若干問題があるんです。そもそもなんでこんなでかい会社がうちにやってくるのか。それは大企業は非効率だからです。何をやるにもすごい時間の金かかっちゃうんですよ。だってね、東京とかのすごい高いところにすごいでかいビル持ってるんですよ。その段階ですごい非効率じゃないですか。なんでそんなものに金かけなきゃいけないのと僕は思うんです。他にも仕事に関係ない部署もいっぱいあるでしょ。そこの人のお金も全部かかってくるから大企業は非効率なんですよ。おまけに研究開発に予算が削減されてるんです。今ものすごい不景気だからね、バンバン切られてます。おまけに社内コンプライアンスってものも厳しくなっちゃって、失敗する可能性がある実験や危険な可能性がある実験は全部許可が下りないんです。そういった実験がうちにやってくるようになったんです。ですから僕の会社にやってくる実験はお金がなくて危険な実験が来ることになったということです。正直言うと嫌です。嫌だけども僕はこれを引き受けます。でね、儲かんないです。結構持ち出しになるんです。見積もりくれっていつも言われるんです。いや見積もりも出したいんだけどいくら払えるのっていう感じで僕ら仕事を引き受けてるんです。なぜなら僕には得るものがあるからです。大事なのは現金よりも知恵と経験と人脈なんです。
その方が絶対価値があるんです。僕の会社に実験装置があるばっかりに、世界トップクラスの研究者がうちにやってくるんですよ。本来出会わない人ですよ。で、僕はその人と仲良くなれちゃうんです。いろんな話もできます。ご飯も食べれます。実験失敗したら悔しがって、うまくいったら喜んで、実験装置壊れたら修理も手伝い、いっぱい勉強になって、でその先生方は僕らのことを論文に書いてくれるんです。世界の論文です。その人が世界中の人を見てくれるんです。また違う人がうちに実験に来るんです。こんな人間関係は金出しても手に入らないんですよ。僕はこれで大儲けをしていると思ってるんです。僕はこの知恵と経験と人脈って素晴らしいと思ってるんです。ところがこの知恵と経験と人脈はとても残念なことに貸借対照表のどこにも出てこないんです。だから銀行の人も全く評価してくれないんです。何の価値も認めてくれません。でもね、銀行が価値を認めないっていうことは非課税ってことですね。ということから投資すべきは人間なんですよ。人間にいくらお金突っ込んでも税金かかんないってことなんですよ。これから先、人間を使い捨てするような企業にはもう成長はありません。おそらく未来もないんです。なのに今日本はみんなここに向かって突っ走っていってるんです。で、僕はこれからは知恵と経験と人脈に投資をした人と会社が成長すると思っています。みんなもぜひね、自分の人生の時間とお金を知恵と経験と人脈になるようにね、意識して使ってみたらいいんじゃないかなと思います。で、僕たちは今ロケットが作れます。で、僕らと同じようにいろんな国でロケットを作ってる民間企業があるんです。で、こういった他の国のね、実験には全部ね、ロケットには全部共通する目的があります。それはロケットを使って人工衛星を打ち上げるビジネスをするっていうものなんです。で、僕はそれやる気一つもないです。なぜなら僕は会社を経営する上ですごく大事なことを知ってるからです。僕は相手と同じ土俵に乗ってはいけないと思ってるんです。これやったら安くなっちゃうだけなんですよ。で、僕が仕事をする上ですごく大事にしているのは対抗不能性なんです。これは分かりやすく言うと、相手ができないことをやるということです。いや、どんなことが相手ができないことなのか。困難なことと不採算なことです。これをやればいいんですよ。競争相手がいなくなるんです。ただまっすぐやったら自分も辛いんですよ。だから工夫をするんです。困難なことを簡単にできるように工夫しちゃうんです。不採算のことで儲かる仕組みを作ってしまえばいいんです。そしたらライバルがいない仕事ができるんですよ。で、そんな難しいことをと思うかもしれないけど、僕ら全員経験済みだからね、とっくにやってるからね。なんでかっていうと、僕たちは昔海で生まれたんです。海で思いっきり発展するんですよ。でも数が増えちゃって喧嘩になるんですよ。しょうがないから水辺に逃げていくんです。エラ呼吸できなくなって肺が必要になりました。ヒレが使えないから足も作んなきゃいけなくなりました。大変だったんです。でもそこで僕らは両生類として思いっきり繁栄するんですよ。で、数が増えたから喧嘩になるんです。しょうがないから陸に逃げていくんです。体乾いてしょうがないから鱗が必要になりました。卵も殻をつけて産まなければいけなくなりました。でもそこで僕たちは恐竜として思いっきり繁栄するんですね。でもまた喧嘩になっちゃったからしょうがないから寒いところへ逃げていくんですよ。体温を保つために毛が必要になりました。子供はお腹の中で育てるようになりました。このまっすぐ先に僕ら人類がいるんです。僕たちは争いを避けたんです。困難に向かっていったんです。だから進化することができたということなんです。だからね、いやー難しいからできないわ、いやそれ儲かんないから無理だわって言ってるようなおそらく生き残れないんですよ。僕たちがすることは簡単です。僕たちが知恵と工夫で立ち向かうべきは困難と不採算なんです。ここから目を背けない方がいいです。じっくり見つめて考えるんです。そしたら競争相手がいない仕事ができるようになるんです。で、僕らもそれをやってきたんです。で、僕の会社は今宇宙の仕事ができてるんですけども、実は僕らはこの宇宙の仕事でお金をもらっていないんです。基本的に持ち出しになっちゃったりしてるんです。で、僕らがこんな宇宙の仕事ができてる理由は違う仕事をしてるからです。僕の会社の上松電機の本当の仕事はリサイクルという仕事で使われるマグネットを作る仕事なんです。建物を壊した時にガレキを分別してリサイクルするんです。その時にマグネットを使います。で、僕らが使っているマグネットは日本中の全部の研究メーカーに採用されています。世界でも使われています。というかね、競争相手がいないんですよ。僕らのマグネットは市場占有率ほぼ 100% なんです。でも不思議なんです。なぜならばマグネットはとっても簡単なものだからです。マグネットの正体はこれです。小学校5年生の理科の時間に習うんです。義務教育で習うんです。ということは日本人は全員知ってるということですね。なのに真似する人がいないんです。なぜならば発明をしたからです。発明をすると
小学校で習うような子って会社が作れちゃうってことですね。だったら発明した方がいいですね。今からみんなに、ね、発明のコツを教えるからね。これでみんなも将来社長になれるからね。楽しみですね。その社長のことはとっても簡単です。嫌なことを我慢しないです。嫌なことに出会った時に我慢したり諦めたり無視したり愚痴を言ったり嫌だって投げ出してるだけでは何にも変わらないんですよ。そうじゃなくて、なんで嫌だと思うのかなって考えるんです。そしたら人を助ける発明になっちゃうんです。なぜならば、嫌な思いをしてるのは自分だけじゃないんだよ。同じ目に遭ってる人が山ほどいるんですよ。だから勇気を出して自分を助ける方法を考えたら、それは大勢を助ける発明になるっていうことなんです。僕はリサイクルの仕事を手伝ってみたんです。そしたらね、いやこれは危ないわ、いやこれ納得いかないわっていうところがいっぱいあったんです。ところが働いてる人たちは、え、だって仕事だからしょうがないよ、そうやってやれって言われてるし、みんなもずっとそうやってやってきたし、自分一人文句言ってもどうせ変わんないし、みんな愚痴言ってるだけなんです。10年も20年も同じ愚痴を言ってるだけなんです。で、僕は考えたんです。そしたら発明だとだけだったんです。みんなもこれからたくさんの嫌なことや納得いかないみたいな理不尽なことに出会うんです。でもそれを諦めて受け入れてしまった瞬間に自分が助からなくなるんです。愚痴を言うだけの人生が待ってるんです。でも勇気を出して見つめて考えたら、大勢が救われる素晴らしい発明になる可能性があるから、ぜひ勇気を出して嫌なことを見つめて考えてほしいです。でもね、考えるためにはあるものが必要なんです。それがないと考えることができないんです。その大切なものを僕に教えてくれたのが、トムとジェリーってアニメーションなんです。昔普通に放送されていました。今なんかあまり放送できないみたいですね。なんかね、今の放送コードに引っかかるシーンがいっぱいらしくて、あんまり放送できないみたいですね。大人のトムとジェリーとか言われてますね。で、このアニメの中で猫のトムがネズミのジェリーたちを捕まえてどうしようかなって迷うんですよ。そしたらね、ドーンって悪魔のトムが現れて、ひどいことしてやれよっていうろくでもないアドバイスをしてくれるんです。そしたらボーンって天使のトムが現れて、そんなことしちゃダメだよって優しいアドバイスをしてくれるんです。実は僕の心の中にも、みんなの心の中にも、必ずこの怖い心と優しい心が入ってるんです。昔の日本では荒御霊と仁義御霊って言われてましたね。で、このね、3人に話し合うんです。それが考えるんです。でもね、話し合うためには言葉が必要なんですよ。人間は物を考えるときに実は言語化して考えてるんです。言葉が必要なんです。で、もしこの3人がうぜ、だり、むかつく、意味なくねって、こんな言葉しか知らなかったらどうなるかっていうと、はい、この通りです。何にも分かんなくなってしまうっていうことですね。だから考えるためには心を表す美しい言葉が必要なんです。何がうざいんだろう、何が辛いんだろうを言語化しなきゃいけないんですよ。言葉が必要なんです。で、その言葉はどうやったら身につくんでしょうか。美しい言葉は本を読んだら身につくんです。いろんな本を読んでほしいです。もちろん本じゃなくてもいいけどね、アニメとか漫画でも何でもいいんですよ。とにかく心を表現する言葉をたくさん身につければつけるほど思考力が上がっていきます。ぜひね、いろんな言葉を取り込んでほしいと思います。で、僕は考えました。僕の考えは発明になりました。それが特許になりました。その特許をもとにして僕は34歳で会社を作ったんです。生まれて初めて人を雇うことになってしまいました。だから僕はやらかしたんです。リーダーだからちゃんとしなくちゃってものすごいちゃんとしちゃったんです。だから僕は一生懸命指示と命令をしまくったんです。誰もついてこないんです。ボンボン人を辞めてしまうんです。なんでだろうと思いました。簡単です。僕は間違えていたんです。僕はリーダーシップっていうものを指示とか命令とか、それができるのはカリスマだと思ったんです。だから僕は一生懸命指示と命令をしてたんですよ。でもそれは大間違いだったんです。なぜかというと、どこにもそんなことが書いていないからなんです。では僕は改めて考えたんです。じゃあ指示をするものとか命令をするものの究極の姿はどんななんだろうって、こんなかなと思いました。だからこの人のことを一生懸命勉強しました。そしたらこの人はとんでもないことをやらかしていたんです。それを誰も食い止めることができなかったんです。なぜならば、それに関わった人たちは口を揃えて答えたんです。命令に従っただけです。これまずいんじゃないかなと思いました。ということで、僕は作ったばかりの僕の会社の部と課と役職をなくしたんです。フラットにしたんです。全員同じ立場にしてしまいました。でもね、日本ではもうそこら中にこれが存在するんですよ。ピラミッド組織ってやつなんです。
なぜこれがそこら中に存在するのか。それはね、明治維新が原因なんです。実は江戸時代までは戦争は侍がするもんだったんです。一般庶民は戦争と全く関係なかったんですよ。勝手にやらしておけばよかったんです。ところがそれでは世界に勝てないことが分かってしまったんです。だから明治政府は日本人を全員兵隊にすることにしたんです。でその時の教育システムが全部学校にも採用されてしまったんです。今の日本の学校教育の基礎は軍隊の教育方法なんです。だからね、学生服ってこれ軍服だからね、ランドセルって軍隊の装備だからね、運動会とかも全部軍隊がやったことをコピーしただけだからね。それを日本はやってしまいましたから、学校の中にがっつりピラミッドができたんです。先輩関係、上下関係、カチンと行きました。でそこで育った人が会社を作ったりするもんだから、もうそこら中にピラミッドが広まっていったんですよ。でこれはさっきも言った通り軍隊の命令系統です。で民主主義の正反対ですね。これは封建制度ってやつなんです。でこれが日本中に存在します。でこの封建システムでよって民主主義を教えてるんですよ。おかしいしか思えないですよね。でちなみにこのピラミッド組織、今世界で軍隊使ってないから、なんでかっていうと、これはものすごい弱い組織なんですよ。だっててっぺんやっつけたら後ろ全滅するんです。機能を失うんです。こんな組織はものすごい弱い組織なんですよ。だから日本はそこら中にこのピラミッドが存在するんです。だから僕はそれをなくしてきたんです。でも周りの社長さんによく言われます。命令と上下関係なしで言うこと聞くやつなんかいないだろうって、みんなが勝手なことをしたら会社がバラバラになっちゃうだろうってよく言われるんです。で僕はさっき社会と会社は同じ漢字を使うという話をしたと思います。では社会には命令や強制は必要なんでしょうか。これがなかったら人は力を合わすことができないんでしょうか。なわけないですね。僕の会社は命令系統ではなくて相談とお願いと感謝で機能してるんです。これで十分機能します。なぜならば当たり前に思ったからです。家族同士でね、友達同士でね、命令も強制もないでしょ。本当はこれでいいんですよ。でこの中でね、一番難しいの感謝だからね。だからいっぱい練習したらいいよ、ありがとうって言えるようになってほしいと思います。で僕は改めて考えました。リーダーシップってどんなだろうって書いてあるんです。本当のリーダーシップってのはすべきことを先駆けてやるなんですよ。命令してる場合じゃないです。自分でやればいいんですよ。だそれを見てた人の中で、あんなことしてると思った人がついてくるだけのことなんです。仲間も増えてるだけのことなんですよ。やる気がない人間に命令してもしょうがないんです。やる気ある人を見つけるためには自分が行動するしかありません。ぜひね、みんなも無理して命令とね合法しないで、ね、自分から動いてきたらいい関係作れるかもしれないですよ。で僕たちはみんなで力を合わせて今ならロケットを作れます。で僕らのロケットは永田先生が考え出した方式ですから、ものすごい安全なロケットです。だから今ではいろんな研究や実験に使われます。修学旅行で来てくれたらね、目の前でロケットエンジン燃えるとこ見ることもできるんです。すごい安全だからです。でも今でこそ安全な僕らのロケットエンジンも始めた頃はひどかったんです。やっと作ったロケットエンジン試しに動かしてみたらこんな感じでした。爆発をさせたかったんではないです。爆発はしてほしくないんです。でもこの時だけで27回目爆発をしています。悲しかったです。でね、みんなもこれからいろんなことやってうまくいかないこと結構いっぱいあると思うんだけど、僕らがこれを乗り越えた時のうまいやり方があるんです。それはね、ワンテストワンパラメーターです。一つの問題があった時になんかね、現象があったとしますわ、うまくいかないやつで考えられる原因がいくつもあったとします。でね、次試す時にいくつもの考えられる対策を盛り込むとどれが効いたか分かんなくなっちゃうんですよ。だから1回のテストで1個しか試していけないんです。こうしたら原因を特定できるんですよ。10個不安要素があったらば10回エンジン壊すつもりでやればいいんです。そしたら間違いなくあっという間に問題にたどり着くから。僕らもそのつもりで10回のつもりだから27回になっちゃったんですけどもね。でもね、おかげで僕らのエンジンは安全なロケットになりました。で僕らがロケットエンジンでこんなに失敗したのはなぜか、とっても簡単な理由があります。それは生まれて初めてロケットエンジンを作っちゃったからなんです。実はやったことがないことをやると失敗するんですっていうのは
まあ、当たり前ですよね。全員経験済みですよね。でもね、もう一個実は違うのがあったんです。実は人間はやったことがないこととしか出会わないんです。なんでかわかるかい？なぜかっていうとね、人間は一回しか生きることができないからだよ。ってことは人間は必ず失敗するっていうことですね。今みんなはね、生まれて初めての一回しかない人生をぶっつけ本番できてるんだよ。毎朝見る空だって一日も同じなんかないんだからね、一回しか出れないもんなんだよ。だからみんなは今までやったことがないことにばっかり出会ってきたんです。だから今までみんなは失敗してきたんです。みんなが悪かったんじゃないんです。やったことがないことに出会ったから失敗だけが分かるんです。でこれからもみんなは失敗してるんです。僕も負けずに失敗します。なぜならば失敗はダメじゃないからなんです。僕は飛行機の歴史を調べました。みんな苦労してました。今から飛行機が飛びます。飛びました。飛んでないですね。落ちてるだけですね。これは空を飛びたい気持ちがすごい伝わってきますね。飛ばないですね。だからさすがに考えは甘い感じがしますね。飛ぶと思ったんですかね。でこれは今までのがひどかった分かなりまともに見えるんですけども、ちょっと羽多いかなって感じがしますね。でペダルとプロペラがあるんですね。で滑走をして浮いたら折れちゃいましたね。残念と。ちょっと浮いたんだけどね。残念ですね。これねコントじゃないからね。みんな真剣だからね。で調べてみたらこの人たちものすごい馬鹿にされてるんですよ。ものすごい否定されてるんですよ。でも彼らが諦めなかったんですよ。その結果飛行機は便利な道具になったっていうことなんです。彼らが諦めていたらこいつは生まれてこなかったっていうことなんです。だからね、失敗はデータなんですよ。貴重なデータです。でそれは乗り越えたら力になるんです。みんなを強くします。優しくします。人類を進化させるんです。だからみんな失敗は乗り越えたらいいんだよ。で乗り越えるためにはね、まずは失敗したらどうするんだっていうことに負けてはいけません。こんな言葉は何も意味ないからね。こんな言葉を使うと不安が増えるだけなんです。だってどうするんだとかどうしようって質問しても誰も答えてくれないからなんですよ。だから自分で考えればいいんです。失敗したらどうなるのかを考える準備するんです。最悪の未来を見つめるんです。そうなっても大丈夫な準備をしてしまえば何の心配もないですよね。だから安心できるんです。嫌な未来から目を背けていたら不安が増えるばっかりです。勇気を出し見つめて考えるんです。だから僕は時々やってるんです。自分の会社の潰し方を考えるんです。考えたくないんです。でも考えたらすごい対策が思いつくから、それは競合する会社との競争力になってるから、勇気を出してね、嫌な未来を見つめてほしいんです。テスト投げてほしいと思います。だからネガティブシンキングって素晴らしいんだよ。それは他の人が見落とす地雷を見つける能力だからね。地雷見つけたら避けられればいいだけだからね。ぜひ嫌な未来を見つめてください。ネガティブシンキングな自分のことを悪く思わないでほしいと思います。みんなはね、これからいろんなことができる人です。でもね、そうは言ってもやっぱり失敗したくない人がいっぱいいると思います。それは今までに失敗はダメなことだって習ってしまったからなんです。でも言っとくけどね、失敗しなかったら人生パーだからね。というか失敗しないとすごい簡単ですね。一番いい方法は何もしなければいいです。失敗しないです。何もできなくなります。次に確実なのはできることだけやってればいいんです。やったことはないことをやらなければいいんですよ。同じことを繰り返してればいいんですよ。失敗しないです。成長もしないです。で最後の切り札は言われた通りにすればいいんです。そしたら失敗しても誰かのせいにできるもんね。でもその時は考える力を失うんです。実は失敗を避けると何もできなくなるし、成長できなくなるし、考えられなくなるんです。これでは何のために人として生まれてきたか分かんないんですよ。でもこうなってる大人が山ほどいるからね。その人たちが失敗はダメなことだって偉そうに言ってるからね。でもこんなんなったら本当人生もったいないからね。だからみんな失敗避けない方がいいんだよ。失敗避けないためには失敗に罰を与えてはいけません。罰なんて意味ないからね。僕小学校に入ってからよく忘れ物で怒られるようになりました。で僕は忘れます。だから怒鳴られるようになりました。それで僕は忘れます。殴られるようになりました。それで僕は忘れました。3年間治んなかったです。で4年目先生に代わって、よし、忘れちゃいけないものを表にしてあげるから朝それをチェックしておいでって言ってくれたんです。その紙切れ1枚で僕は忘れ物しなくなったんです。3年間怒鳴られて殴られたのは無意味だったんですよ。意味なかったんです。罰なんて意味がないです。大事なことはどうやったら失敗しなくなるかを考えることだから、ぜひ考えてください。一番気をつけてほしいのは、失敗を自分のせいにしてはいけません。優しい人ほど、真面目な人ほど自分に罰を与えます。でもそのうちの何もなさいからね。もしも失敗しちゃった時はね、なんでだろうと
だったらこうしてみたらです。たったのこの二言で失敗は階段の一段になってみんなを強くするから、失敗はデータになるから、自分の失敗でも誰かの失敗でもこの二言をね、使ってみてほしいと思います。ということで、午前の部はここで終わりです。また後から午後の部が始まりますので、頑張って聞いてください。まず前半聞いてくれてどうもありがとうございました。午前中の話でね、失敗の話をね、しました。みんなにね、失敗したときは二言使ってねって話をしたと思います。で、世の中でですね、失敗というものはよく責任とセットで考えられています。でもこの責任の意味が分かってない人はね、あまりにも多いなと僕はね、心配しています。責任っていうのはですね、意味が分かんないで避けるものではないですね。意味をしっかり考えた方がいいです。で、日本で責任っていうと、例えば謝罪関係だったり、またはお辞儀の角度だったり、もしくは時間だったり、またはですね、切腹だったり首だったりという表現を使われることが、ね、すごく多いです。でもこれを僕はすごい違和感を感じています。ちなみにこの切腹といえばですね、この白い服、よくこれがね、白装束って言われてるんですけども、まあ、俗に言う死を覚悟した、まあ、潔い姿なんて言われてます。でもですね、全然違いますね。本来ですね、戦国時代から大昔から分かっていたことなんですけども、戦争の時にですね、刀で切られた時とか、鉄砲の弾が命中した時とか、下着が汚れてると汚れた衣類が体の中にめり込んでしまうんです。そこから感染症が発生して死んでしまうということを何百年も前の人たちはみんな知ってたんです。だから戦う前には必ず下着を取り替えるんです。綺麗なものにするんです。そうすると生き残る可能性が高くなるんです。だからこの今でこそ死を覚悟した白装束だと言われてますけども、本当の白装束は生きるための覚悟なんです。生き止めるための服装だったということですね。だからね、みんなに本当の責任を知ってほしいんです。本当の責任というのはやり遂げることです。再発を防ぐことです。生き延びることです。これが本当の責任ですから、ぜひね、これでも少し意識しておいてほしいなと思います。そしてこれからみんなはいろんなことに挑戦します。その時にね、失敗は許されないって言わないでほしいんです。かっこいいセリフだから使いたくなる気持ちはすごくわかります。でもこれ言っちゃったらね、何もできなくなるから。そうじゃなくて、成功率高めるよう考えようって言うんです。そしたらいろんなアイデア湧いてくるから、成功率上がっていくから、失敗はゼロにはできないんだから、だから成功率をね、上げてほしいと思います。で、僕は今から54年前に生まれました。小さかった僕にばあちゃんが大事なことを教えてくれました。僕のばあちゃんは、若い頃にカラフトという今サハリンと言われる地域で暮らしております。そこで家もね、構えてお店もね、経営してました。でもカラフトは庶民軍に侵攻されるんです。そこでマーチャンたちは何もかも失います。でも銀行に貯金したったお金は大丈夫なはずなんです。マーチャンはそのお金を頼りに北海道に逃げてきたんです。北海道の銀行に行ったんです。金額がそのままあったそうです。価値は100分の1だったそうです。紙くずになっていたんです。だからばあちゃんは小さい僕に教えてくれたんです。お金は価値が変わってしまうもんだからくだらないよ。だからお金が貯金なんかしないで知恵と経験になるように使ってしまいなさい。方法を変えなさい。頭に入れなさい。それは誰にも取られないし、新しいことを生み出すよって教えてくれたんです。だから僕は小遣いを本屋で使うようになったんです。そして僕は本屋で運命の本に出会います。よく飛ぶ紙飛行機種という本です。この本にはハサミでピッと貼って作るぐらいだからいっぱいです。これが僕に小さい自信をくれました。実は僕は小さい頃に右の目を怪我しました。以来右の目があまりよく見えていません。で、左右の視力が全然違うから遠近感がないんです。ということでボールを使ったスポーツがありえないぐらい下手くそです。だから体育の時間はつらいんです。僕はただ一人どうか僕のところに球来ませんようにって祈り続けるんです。でも球は来るんです。僕の入ったチームは負けるんです。みんなは怒ります。みんなは笑います。いくら練習してもどうしても上手にならないんです。僕はみんなに迷惑かけてるだけなんです。それがものすごい苦しかったんです。でも僕が作った紙飛行機、試しに体育館で飛ばしてみたら、試しに飛ばしただけだったのに体育館の端から端までまっすぐ飛んでしまったんです。まるで生き物みたいに美しかったんです。飛ばした僕がびっくりしました。周りの子はもっとびっくりしてました。そして僕を嫌ってるはずだった子たちが、お前すごいなって言ってくれたんです。そんな書き込む一言で僕の中にちっちゃい自信が湧いたんです。
だから僕はこの本がもっと好きになっちゃって、この本に書いてあった飛行機の設計の仕方を全部覚えてしまいました。これは昔の小学生向けの本の内容です。手加減も容赦もありません。フルパワーで書いてあります。でも全部振り仮名振ってありました。ほっこり読んじゃいました。でもこの計算は筆算では不可能でした。でも家に電卓ありました。電卓使い回したら計算できるようになりました。しかし小学生が電卓を使いこなしたらどうなるのか、筆算ができなくなります。ということで算数は0点になりました。で、僕の作る飛行機はすごい飛ぶようになっちゃったんです。また僕が小学生の時に友達がプラモデルを作り始めました。流行ったんです。僕も作りたいと思いました。で、僕の父さんはものづくりの仕事をする厳しい人でした。プラモデルなんて簡単すぎてダメだ、男だ、鉄で作れって言われました。ということで無理しちゃり電気を接続か切断を教えられました。たまったもんじゃないです。やけどしかしないし、友達と会っても誰も近寄ってこないし、しかもよくよく入ったらみんな遊んでるのに、僕だけ屋根の上で溶接してるじゃんと思いました。僕は困りました。困った時はどうしたらいいのか。困った時はね、本屋に行くといいんです。で、僕は本屋でペーパークラフトという本を見つけてくるんです。この本には部品が印刷されています。このたったの2ページ切って貼るだけで立体が作れたんです。僕はこれに夢中になったんです。勝手に勉強しました。でもね、僕が勉強した紙飛行機もペーパークラフトもついに1回も学校のテストに出ませんでした。ということで、くだらないことやってないで勉強しなさいって何も怒られたか分かんないです。中学校に入ったら友達はみんな大人に評価されることしかやれなくなったんです。みんな部活と勉強でがんじがらめです。忙しすぎるんです。時間を失っていました。僕だけ一人ぼっちです。でも素敵なことが起きました。スペースシャトルが飛んだんです。もういつか自分も乗れると思いました。だから勝手に勉強しました。そしたらグッドタイミングでガンダムが始まりました。自分は将来スペースコロニーで働くって真剣に考えました。だから勝手に勉強しました。そしたらもっと嬉しいことに、憧れのスペースシャトルに日本人が乗りました。日本人最初の宇宙飛行士毛利衛さんはなんと北海道の人でした。おまけに結構田舎の人でした。妊娠や北海道の結構田舎なら僕も負けちゃいないよと思いました。僕もなれるかもしれないってすっごい嬉しかったんです。その道を毛利さんがつけてくれたと思ったんです。でも中学校の時、進路相談の時間がやってきました。進路の先生が、お前将来どうするんだって言うから、僕は真剣に飛行機を受け取る仕事がしたいって答えました。そしたら先生教えてくれました。飛行機、ロケットで東大に行かないと無理だから、でお前の頭でいけるわけないだろ、どうせ無理だよ、もっと真面目に考えろ。僕は目の前が真っ暗になりました。そしてとても悲しかったのは、これを僕に教えてくれたのはこの先生一人ではなかったということです。大勢の大人が口を揃えて同じことを言うんです。だからそれは本当のことのように覚えてしまったんです。でも僕は考えたんです。で、考えて気づいちゃったんです。僕にこういうことを教える大人は全員やったことがない人なんです。飛行機やロケットを作ったことのない人が適当なことを喋ってくれてたんです。実はね、やりたいことをやったことがない人に相談をするとできない理由を教えられるだけです。これは相談する相手を間違えてるだけなんです。で、ちなみにできない理由っていうのは絶対に教えてはならないんです。なぜならばできない理由にはいろんな種類があります。すごい金かかるとか、よっぽど頭良くないととか、成功するのは一部の人だけだとか、いろんなこと言われるんですよ。でもこれ実は全部ね、最後に同じ意味になるんです。それは努力しても無駄だよ、無駄な努力はした方がいいよなんです。大人は良かれと思ってアドバイスのつもりで努力は無駄だよと教えるんです。でね、努力しても無駄かと思ったら人はどうなるかというと、人は頑張れなくなるんです。今できることしかできなくなるんです。で、考えたくなくなるんです。だっていくら考えても否定されるからね。だったら考えなくていいもんね。で、そんな自分の心を守るために悲しい言葉を使わなければいけなくなります。それが自分なんてどうせ無理です、これは本当は頑張りたかったのに、やってみたいことがいっぱいあったのに、お前が頑張ったってできるわけないじゃん、いや自分がいたってできるわけないじゃんって思い込まされてしまった人たちが自分の心を守るためにしょうがなく使っている悲しいやらない言い訳です。でもね、この言葉が自分の中にあるっていうことは、自分の中には頑張りたい自分がいるっていうことだからね。これは自分の心を守るための言葉だからね、忘れないでいてほしいと思います。でも今ね、この言葉に負けたまんま大人になっちゃう人がたくさんいるんです。だから頑張れない人、できることしかしない人、考えない人がどん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 増えてるんです。なんでどんどん増えるのか、
その方が良かったからです。日本の人口は思っきり増えていました。この時は作っても作っても足んないんです。この時の日本を支えた産業が大量生産です。そこら中に大きな工場があって大勢がそこで働いたんです。そこで働く人に要求されたのが素直と真面目と勤勉です。気がついたらこれが日本人の人いいところって言われるようになってました。その時に僕たちは余計なことを考えないで言われたことを言われた通りにやればいいんだって習ったんです。それがなんと150年間も続いたんです。この150年間、日本では働き方ではなくって言うことの聞き方を教えてしまったんです。でも今では言うことを聞く仕事はロボットがやるんです。だから今信じられない勢いで無人工場が増え続けています。このままだとみんながいくら勉強してもいくら資格を取っても世の中はロボットだらけになってしまって、みんな働くことができなくなる可能性があるんです。単純作業だけじゃないね。今では医療だとか、もちろん金融もそうだよね。猛烈な勢いで仕事が今失われてるね。間違いなく言えるのは、素直と真面目と勤勉だけではロボットに負けるんです。当たり前ですよね。ロボットの方がはるかに真面目だもんね。そしてね、暗記の量と正確で勝負をしてもロボットに負けるんです。当たり前ですよね。ロボットは暗記 100% できるもんね。実は日本がやってる受験対策の教育は、ロボットに負ける人間を作る教育になってしまったんです。ではこれからどうしたらいいでしょうか。ロボットができないことをやればいいんです。それはね、考えるなんです。頭使えばいいだけのことなんです。じゃあ考える人ってどんな人でしょうか。よほど偏差値高くって、よっぽどすごい学校で進学しなかったらダメでしょうか。全然関係ないね。その証拠に、アメリカやヨーロッパの18歳の大学進学率は日本の8分の1なんです。なんでこんなに違いがあるのか。考え方も違いです。日本の高校生は何々大学に行きたいって言うんです。向こうの高校生は違います。何々を学びたいって言うんです。学ぶためには大学以外にもいっぱい方法があるってことを彼らは知ってるんですよ。就職したって学ぶことができるんですよ。でも日本では進学しなければいけないって指導しちゃうから進学しなきゃいけなくなっちゃうだけだったんです。で、大学というのは教えてもらう場所ではないですね。教えてもらうことを覚える場所でもないですね。大学というのは自分で考えて、自分で調べて、自分で試す場所なんです。それを身につける場所なんです。で、僕はいろんな大学の学生たちと一緒に実験や研究を行います。特に北海道大学はよく実験をします。で、最近の北海道大学、大学院生すごい頑張るんです。でも大学院生の大半が外国人なんです。彼らはすごい頑張ります。で、彼らは雇われるつもりなんか一つもないです。学んだことで自分で会社を起こしてしまう。そこで日本人の学生がアルバイトをする状況になってしまったんです。で、僕はこれからね、みんなですごい可能性があると思っています。なぜならさっき将来の夢を話してくれた人が、雇われるなんていう表現一つもなかったからです。会社作りたい、新しい仕事を作りたいって言ってました。素晴らしいなと思います。そしてこれからは、どこの大学に行ったのかなんかどうでもいい時代です。何を経験したかが問われる時代なんです。この経験です。その経験に最もいいのが僕はここだと思ってるんです。だから僕は毎年必ずここに来るようにしてるんです。僕はみんなと関わりたいんです。これから世界で活躍する素晴らしいみんなです。仲良くなって、将来的にね、いろんなんかできたらなって、本当に心から思ってます。僕はみんなの可能性をね、本当に信じてるんです。で、今の日本の教育、かなりまずい状態になります。なぜかというと、まあ、今から30年前、平成元年、そこと比べると、大学の数は約2倍です。大学進学率は約2倍です。大学の学費も2倍です。実はこの30年間で日本人は大学の教育にものすごいお金を突っ込んできたということなんです。ではこの30年で日本の国力はどうなったんでしょうか。これは世界の株式の時価総額ランキングです。これ平成元年です。オレンジ色が日本企業です。ほとんどオレンジなんですよ。で、30年後どうなったのか。どこにもオレンジ色がないんです。トヨタが40番目ぐらいなんです。しかも日本のね、上場企業の株式の金額って半分政府が買い支えてるんだよ。だからもっともっと実力が下がってことなんですよ。この30年間でものすごい教育に金突っ込んだのに、日本の企業の世界ランキングはだだ下がりなんですよ。あり得ないぐらい低下してるんです。これは間違いなく日本の教育の敗北を意味してるんです。この状態から僕ら抜け出さないといけないです。日本で仕事することできなくなると思います。じゃあどうしたらいいんでしょうか。考える人を増やせばいいんです。じゃあ考える人はどんな人でしょうか。
僕の会社にはいろんな企業の社長さんたちがやってきます。世界の企業の研究者がやってきます。そういった人がみんながね、同じことを言ってるんです。今世界が求めている考える人っていうのは、やったことがないことをやりたがる人なんです。諦めない人なんです。工夫をする人なんです。たったこれだけのことなんです。僕もこの人を探してるんです。じゃあこの人たちは一体どこにいるんでしょうか。それはみんななんです。みんなが全員そうなんです。なんでかっていうと、人間は必ず小さい頃を経験するからなんです。みんなにも小さい頃はあったんです。小さい頃思い出してみてください。やったことないことやってみたかったでしょう。ボタンあったら押してみたかったでしょう。実は生まれた時から諦め方を知ってる人はこの世に一人もいないんです。みんなはね、全員せっかく諦め方を知らないで生まれてきたんだよ。光り輝いて生まれてきたんです。でもそんなすごいみんなに誰かが諦め方を教えてるだけのことなんです。大人やピラミッド組織に都合人間を作っただけのことなんです。でも諦め方を覚えてしまったらばロボットに負けるんです。だから諦めなければいいですね。では諦めないためにはどうしたらいいんでしょうか。夢を叶える秘訣があるんです。これをやったら夢本当叶うからね。今まで叶えた人みんな同じこと言ってるからね。その秘訣はね、自分の夢をどんどん喋るんです。出会う人出会う人に片っ端から夢喋ってたらもう本気で夢叶うから。なんでかっていうと、やりたいことはやったことがある人と仲良くなればできるからなんですよ。やったことがない人はできない理由を教えるけども、やったことがある人は僕はこうやってやったよって言ってくれるんです。だからやったことがある人を探せばいいんです。そのために夢を喋ればいいんです。もうどんどん喋るんです。嫌ですね。夢は破壊されます。否定されます。評論されます。そんな経験をした人はもう自分の夢は喋りたくない、恥ずかしいって思ってるかもしれません。でも聞いてくれた人の中には、あれそれ僕の友達やってるよっていう人がいるかもしれないんです。その人と出会うチャンスを失う方がもったいないんです。だからこそみんなこれから先、なんぼ夢を破壊されても否定されても悔し涙を拭って分かってくれる人に出会えるまで喋り続けるんです。世界はそのために広いんだよ。子供どこかに必ず同じ星を見つめてる人がいるからね。支えてくれる人がいるからね。その人に出会えるまで勇気を出して夢を喋るんです。でもね、僕には自分で夢を喋る勇気なんかありませんでした。僕の丸太町には飛行機ロケットを作った人もいませんでした。僕は出会えないんです。でも出会えるんです。そのために本があるんです。本のすごいところは、死んじゃった人とも仲良くなれるっていうところです。僕はライト兄弟と仲良くなったんです。ライト兄弟は僕に教えてくれたんです。僕たちは東大に行ってないよ。そりゃそうだなと思いました。で調べてみたらね、日本でも東大行かなくたって飛行機ロケット作れるんですよ。そして決定打は、東大生が使っている教科書は普通に本屋でも図書館でも何ぼでも手に入るというんです。読んじゃダメなんていう決まりはどこにもありませんでした。習ってないからできない、そういう学校に進学できなかったから無理じゃないんです。まずは本読みはいいんです。なんたって人生はフライングした方が先に進むからです。おぎゃーって生まれた瞬間にもうスタート切ってるんですよ。あとは先にやった人がまずに決まってるじゃないですか。だからフライングすべきなんです。でこのベンチャー企業論に来てるみんなはもうすでに社会に出てからやることを学校のいる間にどんどんできちゃうからね。仲間はたくさんいる状況ができるからね。これすっごいラッキーだから、だから勇気を出して大いにフライングをしてほしいと思います。で僕もフライングしました。中学の頃から飛行機ロケット勉強しまくりです。その結果学校の勉強は全然ダメなんです。だから僕は勉強は本当に嫌だなと思って勉強大嫌いになりました。でも自分でする勉強は楽しくしょうがないんですよ。何時間でもやってられるんです。これはとても簡単なことで、覚えなさいとかやりなさいと言われたら脳みそは働かないんですよ。でも知りたいとかやってみたいと思ったら脳みそはバンバン働くんですよ。だから好きってすごく大事なことなんです。で僕は大学に行きたいと思いました。でも高校の先生からは絶対無理だと言われました。で僕は大学を受験するんです。そしたら何だか知らんけど受かってしまったんです。受かってびっくりです。大学の授業の内容は全部僕の趣味だったからです。テストの前勉強が必要がないんです。100点が取れてしまうんです。でもそれはある意味悲しいことだったんです。だって授業で教えてもらえるのを全部知っちゃってるんです。意味がないんですよ。でも意味があったんです。大学の図書室に見たこともない本がいっぱいあったんです。売ってない本がいっぱいあったんです。何も読んでも OK だったんです。読んでも単位に関係ないんです。でも僕は学費を払ってんだから、その本は自分の知識にしてしまって構わなかったんです。こうして大学にいろんな先生がいました。
その先生と仲良くなる努力をしました。仲良くなっても他愛に関係ないんです。でも仲良くなることができたんです。なぜなら僕は学費を払ってるから仲良くなる権利を持ってるからなんです。実は大学というのは教えてもらうことだけ価値ではありません。そこにある資料だとか施設だとか、もちろん学友だって仲間だって先生方も全部自分の資本なんですよ。お金払ってるんですよ。それをなるべく生かした方がいいから、ぜひね、もう貪欲にね、せっかく学費払ってるんだからね、この大学をね、しゃぶり尽くしてほしいと思います。で、僕はどん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 勝手に勉強した結果、大学卒業後、名古屋で本物の飛行機やロケットを作る仕事に就きました。その経験があるから僕は今、ロケットを作れてるんです。だからみんなに知っててほしいんです。テストの点数なんかで人生を諦めないでください。自分はダメだって思わないでください。大好きなことこそが人生のパワーになるんです。だからお願いだから大好きなことを奪われないでほしいんです。で、僕は小さい頃から本を読むのが好きだったから国語が好きなはずだったんです。で、僕は漢字を読むテストは100点が取れるのに、なぜかまるっきり漢字が書けないんです。今も全然ダメなんです。だからテストのために怒られて怒られて、僕は国語が苦手になって、国語は嫌いになってしまったんです。また僕は計算大好きです。パソコン使って難しい式も解けるんです。で、僕は筆算ができないんです。だからテストのたんびに怒られて怒られて、僕は数学を苦手になって嫌いになってしまったんです。で、僕は今本を書く作家っていう仕事をしてるんです。僕の書いた本の一部が受験問題に使われたりします。教科書になったりします。そして僕が計算するロケットは空を飛んでるんです。僕はダメじゃなかったんです。僕は学校のやり方と相性が悪いだけだったことなんです。みんなの場合、もしかしたら過去のテストの点数が悪かったからって自分はこれが苦手だ、これがダメだ、思い込んでる人がいるかもしれません。でも忘れないでほしいんです。小学校1年生に入学して初めて教科書もらった日、全部輝いて見えたんです。早く知りたかったんです。早く学びたかったんです。楽しみだったんです。なのに勝手に点数をつけられて、勝手に比べられて、勝手に怒られて、苦手で嫌いをつけられただけなんです。でもそれは学校のやり方と相性が悪いだけだからね。だから今からでも遅くないから、自分の方法で学んでほしいんです。図鑑でも映画でも図書館でも博物館でも、もうスマホでも何でも構わないから、とにかく知ることの喜びを奪われないでほしいんです。知るっていうのは素晴らしいことなんです。学ぶっていうのは教えられたことを覚えることじゃないからね。学ぶっていうのは自分で疑問を感じ、自分で調べることだからね。そしたら分かったという喜びに出会えるからね。ぜひみんな喜びのためにも一生懸命疑問を感じて調べてほしいと思います。で、僕は小さい頃からちょっと変わった子供だったから、学校の先生とはうまくいきません。いつも怒られてばっかりです。ある日先生がうちにやってきました。母さんと話をしています。母さんは泣いています。先生の声は大きいから僕にも聞こえてしまいました。あの子はおかしいから迷惑だって言いました。そうかと、僕がおかしいせいで母さんが怒られるのかと思いました。母さんが泣くのかと思いました。でも僕にはどうすることもできないんです。なんで生まれてきちゃったんだろうって泣くしかなかったんです。でもそんな僕が今では会社を作り、ロケットを作ります。こうしてみんなの前に話します。こうなることを小学生の僕は全く想像してませんでした。同じように小学校の頃の僕の担任の先生も、僕が将来こうなるなんて1ミリも思ってないんですよ。実は誰にも、そして自分にも未来は分からないんです。で、分かんないんだから未来を諦める理由がないんです。分かんない未来のことをね、自分の人生所詮こんなもんだろうって思う必要ないでしょ。だって分かんないんだもん。明日奇跡の出会いが待ってるかもしれないけど、今日がもうその日なのかもしれないけど、人の人生はいくらでも変わるんですよ。人との出会いによって変わるんですよ。それをね、開ける理由なんか一つもないです。未来は分かんないんです。でも一つだけ分かっていることがあります。それは全ての人にすごい可能性がある自分です。最初に言った通り、みんなこれから人類の歴史を変えてしまうかもしれないすごい人たちなんだからね。本当だよ。だって歴史は一人が変えるんですよ。坂本龍馬もエジソンも中田先生も一郎先生もマザー・テレサも一人しかいないんですよ。っていうか、この世に人は一人しかいないよ。その一人が歴史を変えてるよ。みんなも同じ価値を持つ一つの命なんだよ。じゃあこの人たちはどうしてこうなったんでしょうか。坂本龍馬はどこの大学に行ったでしょうか。行ってませんね。その方日本大学ないもんね。エジソンは小学校クビになってるからね。この人たちは好きなことをやめなかったらこうなっちゃっただけなんです。
僕もこうなっちゃっただけなんです。好きってすごいんです。なぜならば、好きなことは頑張れるからです。覚えちゃうからです。これみんなも経験あるでしょう。これこそが社会に出てからの本当の力だからね。そして、好きなことは仲間を増やすんです。同じ話題だからです。だから僕は最初に自分の好きなことを喋ったんです。みんなの中に、車のゲームが好きな人がいるかもしれません。みんなの中に、僕が見てアニメを見て、同じシーンでおいおい泣く人がいるかもしれません。そんなの僕らが話をしたらさ、僕らは仲良くなっちゃうのさ。そしたら僕たちは助け合えるから、お互いにできなかったことができるようになるでしょ。力が増えるんですよ。そして、僕は僕の仲間を紹介するよ。みんなみんなを知ってる人を紹介してくれるでしょ。その本来なら、出会うはずがなかった人と人とのつながりは、どこまでもどこまでも広がるんです。これから先、みんなが直接奇跡を起こす可能性も十分あるんだけども、みんなが出会った人が奇跡を起こす可能性もあるんです。でもその奇跡は、みんなが出会わなければ起きなかった奇跡なのかもしれないんです。みんなはこれからものすごいたくさんの人と関わって、人生を重ね合わせて、影響し合って、すごい奇跡を起こしていく人たちなんです。自分では分からない奇跡を起こす人たちなんです。その可能性が詰まってるからこそ、みんなの命は大切なんです。だから、人殺しちゃいけません。なんで殺しちゃいけないのか。それは、人の可能性を奪ってしまうからです。でもだとしたら、言葉で人の可能性を奪うというのは、殺人と同じことになります。ではどんな言葉が人を殺してしまうのか、それがどうせ無理という言葉です。とっても簡単な言葉です。実はこの言葉は使った瞬間から何にも考えなくてよくなるんです。何にもあれなくてよくなるんです。めちゃめちゃ楽ちんになれるんです。だからこの言葉を使っちゃう人がたくさんいます。でもこの言葉は使った本人と周りの人の自信と可能性を奪う最悪の言葉です。自分の自信も奪うんです。そして自分の愛する人も自信を奪っていくんです。最悪の言葉です。自信がなくなったらどうなるのか。自信がないと何をしていいのかわからないんです。何ができるのかわからないんです。これで苦しんでる中学生、高校生、大学生、山ほどいるね。という子が、これで苦しんでる経営者もたくさんいるんだよね。これはどういう状態かっていうと、自信がないから自分の考えることを信じることができないっていうものすごい苦しい状態なんです。ここから抜け出すためには自信を増やすのが一番なんです。でも大人は間違ったことをやってるんです。競争をさせて自信を持たせようとしている人がたくさんいます。こんなことやったら大変だよ。比べないと自信を持てない人が誕生するからです。この人たちは自分の自信を守るためにお金で自信を買おうとします。人からどう見られるかばっかり気になるから身を飾らなければいけなくなってしまうんです。でもお金じゃ自信は買えませんね。しょうがないから自慢をし始めます。でも自慢をするためには自分以下を作った方が早いんです。だから人を見下し評論し差別をするようになります。そして他の人が頑張ったら置いてかれるのが悔しいから、人が一生懸命努力していることや大好きだって言ってる趣味やその人の夢のことを余裕あるやつはいいよねって、くだらない、できるわけない、何それ自慢って潰すようになっていくんです。なんでこんな悲しい足の引っ張り合いになるのか。それは僕らが間違った自信を教えられてきたからです。実は比べる自信は間違った自信です。追いかけるほど自信を失います。だから比べる自信は早く捨てた方がいいよ。そのためにもお願いだから好きを誰かと比べないでほしいんです。最近増えてるんです。絵を描くのが大好きって、だけど自分より上手な人がたくさんいるってやめてしまうんです。やめないでって思うんです。もったいない、比べないでって思うんです。みんなも気づいてるでしょ。すごい有名な何十冊も続いてる漫画だって一巻目と新しいやつ比べたら全然違うでしょ。書いてる間に成長してるってことですよね。最初から 100% の人間なんかいないんです。それを書き出した頃に他の人と比べて自分ダメだってやめたら何にもならないんですよ。やり続けた方がいいんです。実は比べる自信は自信を失うだけなんです。人より上手にできるとか人より点数が取れる、それに価値を見出した瞬間に自信が失われていくんです。もったいないですね。そして自信がない人は自分より弱い人の自信を奪おうとしてしまうんです。それは時には暴力になったり差別になったり陰口になったりいろんな形になります。それを会社でやったらパワハラになり、学校でやったらいじめになります。こんな人に出会ったら大変です。なぜならばこの人たちにいくら説明をしてもいくら話し合いをしてもいくら握手をしても何にもならないからです。こういうことをする人はこんないじめをしてるつもりなんか一つもありません。この人たちは自信がないんです。だから自分以下を作りたいだけなんです。
この人たちはよくこういう行動をとります。君のためを思ってっていう前振りをつけてから、しつけや指導や教育はアドバイスを称して人の人生を歪めようとしています。こういった人たちは先輩や上司にはペコペコします。ところが後輩にはめちゃめちゃ上から目線です。相手によって態度を変えるんです。卑怯な人間です。こういった人間と関わってしまったらば、もうとにかく何を言っても否定されるんですよ。何を言っても自信が剥奪されるんです。そしたら辛い、めちゃめちゃ辛くなるんです。でも日本では恐ろしいことを平気な顔で教える人がいるんです。辛いことを我慢するのが強さだ、我慢できないのは弱い人間なんだ。そして彼らは我慢しなさい、気にするんじゃないってことを言ってくれるんです。でもね、我慢できないから辛いんですよ。それ我慢しろって言っても困りますね。気になるんですよ。それを気にするんだって言っても困りますよね。さっきのセリフは、こんなことも我慢できないお前があるんだよ、こんなことを気にするお前があるんだよって言ってるだけなんですよ。だから今日本では諦めたりやめたりして問題を解決しようという人がどんどん増えちゃったんです。でもね、諦めてやめて良くなる未来はないからね。自分のいる場所を譲ってるだけだからね。気がついたらこの世にいる場所なくなっちゃうからね。だからこのたった15年間で恐ろしいことが起きました。日本の若者の自殺率が世界一になったんです。とんでもない世界一です。こんな現象起きたの日本だけだからね。日本は先進国の中で最もおかしな国だからね。もったいないんです。悔しいんです。だから僕はみんなに本当の我慢を知ってほしいです。我慢っていうのは諦めたりやめたり自分の心を無視することじゃないからね。こんなことやったら心壊れるだけだからね。これを我慢だっていう大人に信じちゃいけないよ。本当の我慢はね、問題を解決する方法を考えることです。考えることこそが唯一できる抵抗なんです。だから考えてほしいんです。でもね、一人で考えてると同じところでぐる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 するから抜け出せないから。だから夢の叶え方と一緒です。困ったことは乗り越えた人と仲良くなれば解決できるんです。だからみんながすることはとっても簡単です。勇気を出して夢と悩みを喋るのです。お願いだから人間を諦めないでください。必ず助ける人がいるから。だからね、勇気を出して夢と悩みを喋ってほしいと思います。よくは人の自信や可能性を奪い、いじめや暴力の原因になるどうせ無理っていうことをなくしたいと思ったんです。なくすためにはどうせ無理っていう人間を倒せばいいのかなと思いました。キリがないなと思いました。だから僕はどうせ無理に負けない人を増やしたいと思ったんです。だから僕は宇宙の仕事を始めたんです。誰もが諦めさせられることをできるよって示したら何か変わるかなと思いました。もし僕たちは今こんなことも一生懸命やってるんです。僕の会社に来てもらったり、僕が出かけたりしていろんな人に小さいロケットを作ってもらいます。ほらね、大人ができるわけないと思ってるロケットができちゃったでしょ。だからどんな目も諦める必要はないんだよ、何でもできるんだよって知ってほしいからです。だからこのロケットは小さいけど本物です。電気信号を送ると0.3秒で時速200キロを突破します。猛烈な距離上昇して空でパラシュートを開いてゆっくり戻ってきます。何回でも使うことができます。しかも宇宙でも使うことができる本物の実験装置なんです。使ってる燃料は本物のロケット燃料なんです。これを一人一個作ってもらうんです。この間大学生のモノコが雑誌の取材で来てくれたんです。とっても綺麗な人でした。彼女にせっかく来たんだからロケット作ってみるかいって言ったら、彼女は笑いながら、私不器用だし文系だから無理ですって言いました。だから僕は彼女に聞いたんです。いつから不器用なのって。そしたら彼女がえって言いました。最初から不器用だったのかいって言ったら、彼女は違うって言いました。で彼女は考え込んじゃったんです。そして僕に教えてくれました。学校で工作を評価されてから不器用になった気がする、大丈夫だから作ってみればって言ったら、彼女は頑張ってロケット作りました。でもロケット飛ばすとき顔が青白くなってました。指震えてました。私のはどうせダメだって言ってます。今でもずっとダメだったからって言うんです。でボタンを押したらロケットを思いっきり飛んでったんです。それでパラシュート開いたんです。彼女が笑顔になったんです。で子供みたいに走って取りに行きました。ロケットが走って戻ってきました。笑顔で戻ってくると思ったら、ものすごい泣いてるんです。お化粧とかすごいことになってるんです。彼女は、私は不器用じゃなかったって泣いてるんです。みんなの中にも、誰かの言葉でつけられてしまった、自分の命を背負ってる人がいるかもしれないけど、ロケット作って飛ばしたら、一緒に吹っ飛んでいくかもしれないから、機会があったらね、ぜひ作ってみてほしいなって思います。で、僕は34歳で生まれて初めて会社を経営して、いきなりものすごい儲かってしまいました。
一気になって大失敗です。大きな会社の口約束で騙されて2億円の借金を背負いました。自分がダメだったんだと思いました。だから自分を責めました。で、一人で何とかしなきゃと思って日本中に飛び込みの営業に行きました。足元見られて余計ひどい目に遭いました。だからあれほど好きだった飛行機乗るたびに今日こそこの飛行機落ちてくれって祈りました。でも飛行機は落ちませんでした。やめて僕は勉強したんです。いっぱい勉強しました。やられるならばやり返さなきゃと思ったんです。法律もいっぱい学びました。そして競争相手をやっつけるようになりました。陥れるようになりました。その人にどんな家族がいるかなんて考えたこともありません。やられる前にやらなきゃいけないんです。ひたすら戦ったんです。そしたら売り上げ増えていったんです。いろんな人が僕を褒めてくれました。僕もやっと一人前になったと思いました。で、僕の方がダメになりました。誰も信じることができなくなりました。ついには自分の家族も自分の娘さえもなんで俺がこんなに頑張ってるのに分かってくれないんだろうと思って面倒くさって思ったんです。捨ててしまおうと思いました。その時僕は友達に誘われてボランティアについて行ったんです。そこで僕が出会ったのは児童虐待で親から殺されるにあって家に帰れない子供80人です。誰も近寄ってきません。知らない人に触られたらパニックになるから触らないでって言われました。どんな目に遭ったんだろうと思いました。でもそんな子たちが帰る頃には帰らないでって言ってくれたんです。抱っこしてってよじ登ってくれるんです。いやーいいことしたなって思いました。で、悪子が夢を聞かせてくれました。その子の夢は親ともう一度暮らすことだそうです。信じられないと思いました。なんで腕を折って目をつぶした親のことを愛してるのって思いました。で、僕は何もいいことができてないと思ったんです。僕がいくらお金を寄付してもその子を救えないんです。その子は親を愛してるんです。しかもその親は今までにひどいんです。その子を連れて帰ってうちの子にしようと思いました。で、僕はさっきまで自分の娘を捨てようとしていました。何やってんだろうと思いました。すぐ答えが分かりました。僕は食っていくためにはしょうがないと働いたんです。そんな僕みたいな人間がこういう子を増やすんだろうと思いました。それに気づいた瞬間にいろんな記憶が蘇ったんです。同じ目に遭ってました。小学校の頃ひたすら暴力を振るわれました。学校の先生からです。僕は自分が悪いと思ってました。でもね、今にして思ったらその先生は家で旦那さんに殴られてる人だったんです。その先生が僕らに使った言葉がお前らの気を責めるよという言葉です。実は暴力も自信剥奪も連鎖します。でも自分より強い人間にかかっていく人間見たことはないね。必ず弱いものに向かうね。だから最後に子供が犠牲になるんだろうと思いました。だから僕はどうせ無理っていうことをなくしたらもしかしたら児童虐待なくなるのかなと思ったんです。で、思ったっけ長崎先生から電話がかかってきたんです。だから僕は宇宙開発できるようになっちゃったんです。これはやめるわけにいかない宇宙開発です。やめないための条件が他人の金を当てにしないなんです。だから僕らはどこから出資も受けないんです。自分たちの力だけでやるんです。これはね、僕の手段なんです。僕は児童虐待をなくしたいと思って宇宙開発をしているんです。で、さっきのロケットですけども、いつか機会があったら皆さんにも作ってほしいなと思うんです。一番いいのは北海道の僕の会社に来てくれると一番いいです。でもちょっと北海道遠いね。でも大丈夫。アマゾンで丸ごと買えますから、割と簡単に夢かなってしまいます。ただですね、このロケットには重大な問題があるんです。まず、高い。値段が高いんですよ。おまけにね、飛びすぎ。一番弱いロケットに使っても100メーター飛んじゃうんですよ。打ち上げるためには100メートル四方が必要になっちゃうんです。そんな場所なかなかないよね。それが問題なんです。だから僕はなるほどと、安くして飛ばんくすればいいよねって思ったんです。ということで作ってみました。飛びます。パラシュート開いて戻ってきます。実はこれ僕の会社のホームページからダウンロードできるんです。全部紙でできているペーパークラフトロケットです。で、弱いエンジン使ったら40メートルしか上がりません。強いエンジン使ったら100メートル上げれるんです。高さ調整できるようになりました。それに気づいてくれたのが滋賀県のお母さんたちなんです。この人たちが子育て支援として3年間で1000機も打ち上げてくれたんです。そしたらそれに影響された人たちがどん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 自分たちでもやってくれるようになって、この福岡でもやってくれるようになって、で、この間ね、東京の学校でも飛ばしてきました。東京の麹町中学校ってね、すぐ横に皇居があるんだよ。すぐ横に国会議事堂があるんで、日本で最悪の環境なんです。でもそこで無事飛ばして全部回収してきたからね。でもね、いろんな人がこのロケットを使ってくれるようになったら大問題発生です。ロケットの部品が間に合わないんですよ。僕作ってたんです。おつかないわと思いました。ということで札幌に就労継続支援の A 型作業所ってものを作ったんです。これは障害のある人たちが社会復帰するための施設なんですよ。大抵は知的障害とか身体障害の人たちが働くんです。で、僕がね集めてるのはこういった人たちなんです。
今小学校ぐらいの段階で学習障害とか発達障害って言われて普通のクラスから出されて特別支援を受ける子たちがいるんです。それ自体は素晴らしいことだと僕は思っています。ところがその子たちの将来の道があまりにも細すぎるんですよ。活躍できる環境がないんです。労働基準法とかいろんなもので縛られてるから働けない環境がすごく多いんです。僕はその人たちに特別な教育を施していろんな道具を使ってもらえるかって力発揮してほしいと思っているんです。彼らにコンピューターデザインを教えたらすごいしてくれるんだよ。弱視でさあんまり物見えてない女の子もタブレットを使って何ぼでも拡大できるからすごいデザインできるようになっちゃってるんですよ。科学の力でできることが増えてるんです。僕はこういった人たちはおそらく X 面だろうと思っています。その人たちの可能性が生かせる、ね、環境も作らなきゃってね思っています。でもおそらく僕たち自体もなんちゃら障害にだいぶ被ってるんですよ。それぞれみんな何らかの何か持ってるはずなんです。でそれを引け目に思う必要ないです。それはだから X 面のスーパーパワーなんですよ。それを活かせる環境を作ればいいだけなんです。でもそれがね、どうしても引け目に感じてしまうのは日本の教育のせいなんです。人口増加期の日本の教育は教育ではなくて選抜だったんです。それはこういう状態です。社会にチャージされてくる子どもたちをふるいにかけただけなんですよ。頭がいい子は教育で頭が良かったんじゃなくてもともと頭が良かっただけなんですよ。それを移住に取ってただけだったんです。ところがこれが通用するのは人口増加期だけなんですよ。人口減った途端に破綻してしまったんです。これからの人口減少期には人の能力を増やしそれを生かす教育と働き方が必要になるんです。この仕組みは日本ではまだないからね。これ考えたら未来の日本の仕事になっていくからね。ぜひ考えてみてほしいと思います。で僕には夢があるんです。僕は人の自信と可能性が生まれない社会を作りたいんです。僕はそのためにできることをやってるつもりです。自分なりに頑張ってるつもりです。でもね、全然なくならないね。僕の力は足りないね。今日もひどい目に遭ってる人はたくさんいるね。だから僕は仲間が欲しいんです。みんなが力貸してくれたら嬉しいんです。みんながどうせ無理っていう言葉に出会っちゃった時に反論しなくていいからね、喧嘩しなくていいからね、心の中だけでだったらこうしてみたらって次の道を考えてくれたら、たったそれだけでみんなはどうせ無理に負けない鋼のハートの人になるんです。そしたらみんなの周りから白髪にじめて暴力が消えていくんです。そしたら僕は嬉しいから仲間になってくれたらなって思います。で今日ね、あの講師紹介の時にもね、夢はありますかって問いかけられたと思います。でつらつらと答えて人たちを見て、まあ、自分考えたいなと思った人もいるかもしれません。でもね、いきなり夢って言われても困りますよね。でそもそもね、夢って一体何なんだろうって本当思うんです。いろんな夢があると思うんだけども、突き詰めていったら幸せかなって気がします。幸せになりたいって人、素晴らしい夢なんですよ。でもね、幸せって何だろうって思うんです。頭の中に思い浮かべた幸せ像、例えば恋人だったり金持ちだったり贅沢だったりいいねの数だったり友達の数だったり有名になるものだったり、いろんなのが思い浮かんだ人がいるかもしれません。それはね、愛してるとかすごいねとかいいねとかさすがとかっていう言葉につながってるかもしれません。そして愛してほしい、雇ってほしい、給料たくさん欲しい、売ってほしいにもなってるかもしれません。もしかしたらあなたは幸せだよ、あなたは必要だよって言ってほしいんでしょうか。でもね、今全部に共通する言葉があったんです。誰かにしてもらうことが夢なんでしょうか。それって夢って言うんでしょうか。そして夢が叶わない状態というのはしてほしいのにしてもらえないという状態が、これが夢が叶わないという状態なんでしょうか。でもね、忘れないでほしいのは、そもそも世の中は思うようにいかないんですよ。朝が来て夜が来るじゃないですか。ずっと昼間なら楽しいのに夜が来ちゃうじゃないですか。逆もあるかもしれないね。おまけに天気も変わるね。キャンプに行きたいのに雨降るかもしれないね。思うようになることは世の中にいっぱいあるんですよ。当たり前です。でその思うようにいかない世界で自分はどうするのか、それを考えることが大事じゃないかなと思うんです。だからね、愛してほしいじゃなくて愛するとか問題を解決するとか人の役に立つとか価値を創造するとか、僕はね、夢っていうのはしてもらうじゃなくてするじゃないかなって気がしてるんです。でそのするために必要なのはおそらく意思と技能なんです。これ掛け算なんです。どっちがゼロだったらね、ゼロになっちゃうからね。で技能の方はですね、おそらく科学の発達によって勝手に増えてくるんですよ。だから大事なのはきっと意思なんです。この意思です。ウィルです。
何のためにやるのか、何のために働くのか、これがしっかりあればおそらく人生はすごい膨らんでくるんです。本当に重要なのが実は就労感なんです。仕事って一体何なんだろうということをぜひ考えてほしいんです。で、僕は今ヨーロッパで研究されているベーシックインカムにすごい興味があります。これは生活できる収入を保障された社会です。僕はこれ素晴らしいと思ってるんです。なぜなら僕は現在の日本の時間給には致命的な問題があることを知っているからなんです。日本の時間給が成立するのは全員が命令通りに同じペースで仕事をするときだけです。この時だけ時間給はとても有効です。で、日本のこの時間給だと実はある問題が起きます。それはなるべく働かない方が得をするんです。同じ時間でお金もらえるんだったら時間内にアウトプットが少なければ少ないほどお金がもらえるんですよ。楽できるんですよ。これは働くの効率よくするモチベーションが上がるわけないですよね。で、それが問題だから今能力給というのがあるんです。能力給というのは個々人の業績によって給料が変わるんです。でもね、これはこれで僕は悪くないなと思ってるんだけど問題があります。ある程度能力がないと生き残れないんです。しかも有能な人でも怪我をしてしまったり病気になったりしたら途端にお金がもらえなくなるんですよ。これでは暮らしていくことが難しいだろうと思ってるんです。だから僕はベーシックインカムにすごい可能性を感じてるんです。だから僕は日本人に出会う人出会う人にベーシックインカムどう思うって聞くんです。そしたら悲しい答えが返ってきます。お金もらえるんでしょ、じゃあ働く必要ないじゃん、絶対働かねえって言われてしまうんです。なぜこんな答えが返ってくるのか。それは日本では仕事とは言うことを聞いてお金をもらうことですよと教える人がいるからです。働くっていうのは辛いことを我慢することなんですよ教えちゃう人がいるからなんです。辛いことを我慢したくないのにね。で、うちにヨーロッパの学生来るってさっき言いましたよね。彼らに質問すると違う答えが返ってくるんです。生活の心配がないんでしょ、じゃあ思いっきり挑戦できるじゃん。なぜなら彼らは仕事とは人の役に立つことって習うからなんです。この2つ、お金をもらわれたら働く必要ないじゃん、生活の心配がないなら思いっきり挑戦できる、ものすごい違いなんですよ。余計なことしたら損をするって考えるのか、それともやりたい学びたいと思うのか、この就労感たった一つだけで人生が大きく変わってしまうということなんですよ。仕事とは言うことを聞いてお金をもらうことと思うのか、仕事とは人の役に立つことって思うのか、これはね For me か For you かだと思うんですよ。誰かのためになのか自分のためになのかです。で、これを漢字で書いたらね私益と公益になるんじゃないかなって気がするんです。で、日本では私益の方はずるいとかね悪いみたいに言われます。で、公益はいいんでしょうか。僕はねそうとも思わないんですよ。僕はこの2つを分けているものはあるもの一つだと思ってるんです。実は従属的なのか主体的なのかなんです。受動的なのか能動的なのかなんです。たったこんだけの違いなんだろうと僕は思ってるんです。どっちも悪いことするつもりなんかないんですよ。いいことするつもりもないんですよ。で、この二つを分けてしまっているのはおそらく思考なんです。無思考なのか思考なのか意思があるのか、それだけの違いなんじゃないかなって気がするんです。で、僕は日本の教育には大きな問題があり、日本の社会にも大きな問題があると思っています。これが人の思考力を奪っています。その根源がおそらくこれなんです。ピラミッドなんです。思考力を奪っていく封建主義社会です。日本は実は明治維新を達成できてないんです。江戸時代からプレイヤーが変わっただけだったんですよ。本当の民主主義改革なんか起きてなかったんです。日本はまだ民主主義ができてない国なんです。僕はこのピラミッドを壊すためにこそ思考力が必要だと思っています。思考力が公益的社会を作り出すんだろうと思っています。おそらくね、その可能性があるなと思っているから、ぜひみんなも考える力を奪われないでほしいです。いっぱいいろんなことをね考えてほしいです。そして思考力をね高めるためにも夢についての考え方をね改めてほしいです。夢を進学や仕事に限定して考えちゃいけないよ。中学校高校で散々これ要求されたかもしれないけど、これやったら夢分かんなくなっちゃうからね。社会に出てから夢は買い物になっちゃうからね。それ悲しいからね。実は夢と仕事は違うもんだから分けて考えた方がスッキリするよ。夢というのは大好きなことややってみたいことです。どんなことでもいいです。何個あってもいいです。そして仕事とは人の役に立つことです。どんなことでもいいし何個あってもいいです。スライド2枚ありましたね。夢と仕事は違うんだけど夢と仕事が一緒になるってのはありなんです。それを教えてくれたのがアメリカ人です。僕らが作っているロケットエンジンはとても安全だということでアメリカの宇宙船に採用されようとしています。日本とアメリカは4時間で結ぶ宇宙船です。
その打ち合わせで僕はアメリカに行くことになりました。行きたくなかったです。なぜなら高校卒業の段階で英語は嫌からです。行きたくないと思いました。でも昭和大学に行きました。で、僕はそこでアメリカ人に自己紹介したんです。本が好きです。そしたらアメリカ人はワクワクした顔で聞いてきたんです。どんな本書いてんの？書いてないよと思いました。なんで書かなきゃいかんのと思いました。そしたら彼が言うんです。お金を払って買ってるだけはお客さんですよ。本当に好きなら自分で作ってみればいいじゃない。いっぱい勉強になるよと言いました。え、そういうもんかなと思って考えてみたら、アメリカって日本のたったの 2.5 倍しか人いないからね。2倍ちょっとなんだよ。なのに陸ではイカれたマシーンがそこら辺に皮膚に走り回ってるんですよ。海でもとんでもないボートが飛んだり跳ねたりしてるんですよ。砂漠でもヘンテコリンな車が時速1000キロで突っ走ってるんですよ。空でも変な人が飛び回ってるんですよ。どう考えても趣味と人口のバランスが完全におかしいんですよ。そして趣味が新しい仕事を作り出してるんです。考えてみたら、マウンテンバイクもスノーボードも僕が子供の頃にはなかったんです。たった一人の個人の趣味が一つの産業になっただけだったんです。考えてみたら僕にもいっぱいいろんなやりたいことがありました。いっぱい好きなことがありました。でもそれは全部仕事にくっついていなかったからくだらないって言われたんです。でもそこで身につけた能力が全部集まって僕の力になっていってるんです。できることがどんどん増えていったんです。間違いなく言えるんです。いろんな夢がたくさん集まって僕の力になってるんです。だから僕は信じてるんです。夢というのは大好きなことでやってみたいことですよ。そして夢は一つじゃないんだよ。夢はたくさんあった方がいいんだよ。夢がたくさんあるとね、絡まり合ってどんどん叶っていくからね、夢たくさん持ってほしいんです。そして大好きなことや趣味というもの、これは勉強や仕事の害悪、邪魔になる害悪じゃないからね。こうやって教えられた人もいるかもしれないけど全然違うからね。なぜならば大好きなことや趣味は立派な産業だからです。それで食ってる人いっぱいいるんですよ。全然否定するもんじゃないですよね。そして大好きなことや趣味は意志と技能を育ててくれるんです。これは間違いなく自分の能力向上につながるんですよ。そして大好きなことや趣味は読むと書くと作ると調べるくっつけたら立派な研究になっちゃうから、ものすごいものになるから、頭良くなるから、ぜひね、大好きなことや趣味がある人はこの読む書く作る調べるをねくっつけてみてください。すごいことになると思います。そして夢はたくさんあっていいんだけども、一番興味が欲しいのは一生懸命の解釈なんです。一生懸命っていうのは1個しかやっちゃダメって意味じゃないからね。一生やれって意味だからね。でね、宇宙飛行士になる条件ってのがあるんですよ。宇宙飛行士の条件はね、どっちものなんです。 A と B どっち選ぶって言った時、どっちもっていうのが宇宙飛行士なんです。なんならば A と B どっちか選べって言われて、どっちか選ぶってことは片っぽ諦めるってことなんですよ。諦めちゃいけないんですよ。このどっちも実現するにはどうしたらいいかって考える心こそが必ず最後に成功につながるんだそうです。これはね、欲張りかもしれないけど、でも実はすごい考え方なんです。ぜひみんなも何かで迷うときには、どっちも実現するにはどうするかなって考えてみてほしいんです。で、例えばね、あの仕事と家庭どっち大事なのって言われて、どっちか選んでもアウトだからね。両方大事だからね。ぜひね、どっちもって言ってほしいと思います。でもね、いっぱい好きなことがあるとね、いっぱい夢があるとね、間違いなく中途半端って言われるから、気にしなくていいから。なぜなら、中途半端なんて何もしないよりも何もできないよりも全然いいからなんです。ちょっとでもできてる方がマシなんですよ。持ってりゃいいだけなんですよ。比べるならば昨日の自分と比べてください。ちょっとでも伸びてりゃいいからね。自分のペースゆっくりゆっくりあるんです。休憩しても入り道しても構わないです。誰かの中途半端な中言葉に負けてやめてしまわないでください。ゆっくりゆっくりやり続けてほしいと思います。それがみんなを救う力になるからね。で、人が生きていくためにはどうしても自信が必要なんです。自信ってすっごい大事なものなんです。なのに日本では自信はうぬぼれって言われるんです。悪いことみたいに言われるんです。でもね、自分で自分を認めることが許されないと何を基準にできるかって言ったら、人からどう思われるのか、人からどう見られるかに生きるしかなくなってしまうんですよ。これで自信増えるわけないですよね。もったいないですね。じゃあ自信はどうやったら増えるのか。自信はお金で買えません。誰かに買っても人を見下しても手に入りません。これで手に入るのは優越感だからね。それ自信じゃないからね。比べる自信だからね。逆に自信を失うからね。そして自信というのは本気を出さなかったり一人ぼっちだったりしても守ることはできないからね。これでも逆に自信を失うからね。自信はやったことがないことをやると増えるんです。なぜか、
自信の反対考えてみてください。おそらくそれは不安なんですよ。じゃあ不安って何だろうって考えてみてほしいんです。これからどうなるんだろう、これからどうすればいいんだろう、これがきっと不安なんです。それは先のことがわからない状態なんです。これこそがきっと不安の原因です。だとしたらこうなるんじゃないかな、こうすればいいんじゃないかなっていう近い未来の予測ができたらば不安は消えていくはずなんです。おそらくそれが自信なんだろうと僕は思ってるんです。だからね、近い未来予測をするためには経験と情報が必要なんです。それがおそらく自信になってくるんです。だからこそやったことがないことをやると自信が増えるんです。で、勇気を出してやったことないことをやってみてください。その時大事なのがね、他人だよ。自分でいくら勇気を出して選んでも所詮選んでんですよ。でも誰かに頼まれたこと、誰かがきっかけになったことは選んでないんですよ。だからこそ可能性があるんです。僕は友達にボランティアに手伝ってくれないかいと言われた時に、まあしゃあないなと思って手伝ったんです。そこで僕はあの子たちに会っていなければ僕の人生はとっくに終わったと思うんです。他人ってすごい可能性だから、自分の思いをならない他人だからこそイレギュラーな奇跡を与えてくれるから、ぜひね、いろんな人と関わるチャンスをね大事にして、このベンチャー企業論でもいろんな人に会いに行くけども、それを本当に人生を変えてくれるから、支えてくれるから、いろんな人に勇気を出してあってほしいと思います。で、みんな今学問を学んでます。学問というのはいい学校やいい会社に入るためのものでしょうか。とんでもない間違いですね。学問というのは社会の問題を解決するために人類が命をかけて積み重ねた記録だからね。それをみんなは学んでるんだろう。じゃあ教育って何でしょうか。教育とは失敗の避け方とか責任の避け方とか要領いい生き方を教えるためのものでしょうか。とんでもない間違いですね。教育というのは失敗を安全に経験させるためのものなんです。じゃあ学校って何でしょうか。学校というのは世の中の理不尽の諦め方を教える場所でしょうか。とんでもない間違いですね。学校とは世の中の理不尽の解決の仕方を教えるための場所だったんです。でもそれが完全におかしくなりましたね。人口増加期の常識を教えるピラミッド組織の教育のおかげで日本の国力はどん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 低下したんです。でも大丈夫。やったことがないことやりたがる人、諦めない人、工夫する人増やせばいいだけだからね。それはみんなだよ。みんなが全員そうだからね。そしてこの後みんなが関わる子どもたちの夢と希望を奪わないで諦め方を教えなければ、その子たちは世界を救うからね。ぜひね、子どもたちのことも支えてあげてほしいと思います。そして僕たちがするべきことは、今の政府とかを批判することではなくて、人口減少期に適した経済システムと教育システムを作ればいいだけのことだから、作っちゃえばいいんだから。その時おそらく大事になるのが、人の能力と能力を増やして生かす教育と働き方なんです。これきっと日本を支えるから、ぜひ考えてほしいと思います。で、日本はね、思いっきり人口が減る時代になりました。で、人が増えてる頃は人口分布はこんな感じなんですよ。若い人が多くて年いった人が少なかったんです。これがあったからこそ年金が成り立ったんですよ。保険も成り立ったんですよ。ところが今こうなったんです。これでは年金も保険も成立しないんですよ。じゃどうすればいいのか。人数はそんな簡単に増やせないですよね。でも大丈夫です。実は横軸は人数だけじゃなくて人数かける能力なんですよ。だから若い人の能力を増やせば、おそらく社会は成り立つはずなんです。これからね、本当に人の教育がね、日本を救う時代になると思うから、考えてみてほしいと思います。で、人が思いっきり増えている昭和っていう時代は人口増加期です。大きくなるパイをね、いかにたくさん食べるかが大事だったから、企業はどんどんでかくなったんです。で、平成、山のてっぺんですね。この頃は人口停滞期ですから、成長が止まったパイをいかに奪い合うかになりました。だから強制的な消費だとか値引き合戦が行われるようになったんです。で、令和、人口減少期です。そこでは新しいパイをいかに生み出すかが勝負になるんです。新しい仕事をいかに作るかなんです。その時に何が売れるかな、何が流行するかな、これ完全に昭和の発想だからね。これなら絶対負けるからね。これから必要なのは、世の中の悲しいことや苦しいことや不便なことを自分ならどうするかなって考えることです。ここから新しい仕事が生まれてくるからね。仕事は作ることができるからね。で、その時大事なのは優しさなんです。優しいってすごいんだよ。優れる地味だからね。これこそがロボットを持たない能力だからね。だからみんなは昨日よりもちょっと優しくなれてるかなって思いながら生きてほしいんです。これをちょっとずつでいいから繰り返してほしいんです。
その心が間違いなくこれから大勢を救う発明になるから、新しい仕事を作り出すから、ぜひ、ね、ちょっと優しい自分を目指してほしいと思います。で、僕の長い話がやるとこはあります。母さんが教えてくれたことは、これは考えることをやめなければいつかつながるよって意味な気がするんです。だからみんないっぱい考えたらいいよ。その時気をつけてほしいのはね、だりーと、めんどくせえと、意味なくねです。この3つ使ったら脳みそ止まるから。ちなみに意味ってのは自分で考えて自分の人生に生かすもんだからね、質問して答え返ってくるもんじゃないからね。意味なくねっていうのは自分思考能力ありませんって言ってるだけだからね、恐ろしいことだから。意味なくねって思っちゃったらね、やめると思ってください。そしてみんなに使ってほしいことがあります。それはだったらこうしてみたらです。誰かの夢聞いた時にね、評論する必要ないでしょ、できない理由を教える必要もないでしょ。誰かの夢聞いたからさ、うわいいね、だったらさ、本屋にこんな本あったよ、だったらさ、僕の知り合いこんなことやってるよって言ったら元気100倍じゃないですか。誰も夢を否定しなくなったらみんな安心して夢を喋れるんです。そしたらみんな今よりもっと仲良くなれるんですよ。でその夢をね、お互いに支えるんです。こんなすごいね、能力を持った人たちがこんなに集まってんだよ、力合わせたらさ、あっちゅう間に会社ぐらい作れるぐらいの人たちがいっぱいいるんだから、そのみんなが本気で支えたらさ、あっちこっち夢叶うのさ。たった一言で足を引っ張れない社会が作れるんです。だったらこうしてみたらなんです。ぜひ使ってみてください。そしたらきっとね、知らぬにいじめて暴力なくなって、僕ら嬉しいな、仲間になってくれたらなと思います。ということで僕のね、長い話がね、やっと終わります。本当にみんなの前にはすごい未来が広がっていくから、間違いなく僕よりも便利な時代を生きてるから、大人ができなかったこと諦めたことができるみんななんだから、だからお願いだからね、大人の言う昔の常識なんかに絶対負けないでね、大人ができるわけないのを信じないでね、やりたいことをいっぱい喋って仲間作って夢叶えてください。もちろん僕たちもね、よし芸だったら手伝うから、ぜひこれからも仲良くしてほしいと思います。ということで僕の講義はこれで終わりです。聞いてくれてどうもありがとうございました。